えー、タイトルはあの講義の時間、えー、サブタイトルがベルクソンのコレージュ・ド・フランス講義録を読むとなっています。基本的には読み上げの形で進めていきます。えー、緑字になっている部分は飛ばします。ではいきます。えー、最初はエピグラフからです。えー、ニーチェの言葉で、毛出し武闘者というものはその耳を自分のつま先に持っているのだ。もろもろの曲がったまなざしによって、そなたは私にもろもろの曲がった道を教える。もろもろの曲がった道を教える 私道を歩んで私の足は学ぶのだ諸々の実作を私は武闘しながらそなたを追い那覇探線たとえかすかな足跡,足跡をたどってでもそなたの跡をつける、えー、講義録とは何かについて考えるのは極めて哲学的な鋭意です、えー、なぜなら哲学とはある局面においては自分の寄って立つ足場が盤石であるかどうかを確かめるためにその場所を掘り下げていくという逆説的な作業の形をとるからです ニーチェは舞踏の当然のやり方をそなたたち自身を超えて武闘することと述べていましたが別のことではないでしょう哲学の名に値する哲学は必ずや具体的で個別的な場面において展開されざるを得ませんだからこそ大学や高校各種研究所などの研究機関教育機関のみならずオンラインオンサイトを問わず哲学カフェや動画配信まで含めた講義の哲学活動が行われる場所 環境、媒体について考えることは、語の正当な意味で哲学することだと思います。この発表では以下の3つのことに取り組んでみたいと思います。1、翻訳の刊行が始まったコレージド・フランス、まあ、コレージュ、講義録の特徴を簡単に紹介しつつ、彼の時代における講義録と著作の違いを確認する。2、ベルクソン的な教育学の可能性について、現在翻訳中の講義録から例を挙げて考える。3、 ベルクソン哲学から見て未来の講義録はどのような存在でありうるか研究と教育の間でどのような位置を占めうるのかを考えたいと思います最終的には講義の間に流れる時間とはどのようなものかを考えることにつながればと願っていますでは1ベルクソンのコレージュ・ド・フランス講義 ではまずベルクソンのコレージュ講義の紹介から始めたいと思います。ベルクソンがコレージュで初めて講義を行ったのは19世紀末のことです。1897年、ギリシャ・ローマ哲学講座を担当していたシャルル・レベックの代行を務めた後、1900年、レベックの死去に伴い彼の公認教授に選出されます。 えー、コレージュ教授となったものはしばしば開講講義ルソン・イノギュハールを活字化するわけですがアメルロポンティンの哲学をたたえてフーの言説の了解バルトの文学の記号学など。 えただ、奇妙なことにベルクソンはまあその後、まあ、名講義ぶりはその後、フランス中で話題となるんですけれども、えー、まあそれで実際、刑事上学道徳研究誌の雑誌から、開講講義の原稿を掲載してほしいという打診も受けてたんですけれども、ただ、決して活字化されることはなく、コレージュのアーカイブにも残されていません。 えー、いずれにせよ、えー、ベルプソンは以後11の年度にわたって、えー、原則的に12月から翌年の5月にかけて、えー、金曜日に講義を、土曜日に演習を行っていました。えーでまあ、あの参考資料というのはこのあ、今あの、えーと、チャット欄のところにあの資料をお配りしていると思うんですけれども、まあ、そこであの資料をご覧になりたい方はあの、ご覧になってください。最後の方にあのそのテキストの最後の方に、あのえー、とコレージュの細かいあの資料があります。 圧倒的な教授陣を誇るコレージの中でも、ベルクソンが行った講義は本当に人気であったようで、これは古い、1 9 1 4年なんですが、新聞記事ですが、ご覧いただいて分かるように、聴衆が詰めかけ、窓の外からでもいいから講義を聴講しようとしています。こんな感じですね。フランス語で、オネクート・フネトルク・オド・ムシュ・ベルクソンて書いてありますけれども、そんな感じです。で、 どうにか講義を聞きたいという学生グループが嘆願書を出したり、あるいは使用されていた講義室には座席数の倍の人数が常時出席しているので、なんとかソルボーノの大行動を使わせてもらえないかといった手紙がこれ以上に寄せられる状況でありました。えさて、では講義録の話え、さっきは講義の話なんですが、講義録の話に入りたいと思います。 まずはベルクソンとこのシンポジウムで言及される他の哲学者たちとの大きな違いに触れておかなければなりません。そそれはベルクソンが遺言ででの慣行を禁じていいたととうことですしかし、この禁止は最初は巧妙にやがて時が経って人類の遺産と見なされる度合いが強まるにつれて大胆に破られるようになりました。 ベルクソン研究の歴史の一部ですけれども、は、このベルクソン自身による検閲を回避することに対する両親の呵責の歴史であり、またそれを回避するための巧妙な口実発明の歴史でもありました。まあ、あの次のところは、あのどういうふうに破られていたかっていう、その細かい話なので、まあ、興味ある方はお読みください。ばします次に、コレージュ講義録と他のベルクソンの講義録との違いです。 1990年から2000年にかけて、ベルクソン講義録というタイトルで、全4巻の講義録が刊行されたのですが、これらはいずれも理性の授業であり、高校生のノートを元にしています。もちろん、高校の授業とは言っても、19世紀後半の、それもかなりのリエリート校の授業ですから、レベルはかなり高いものですが、やはり生徒のノートを元にしている以上、どうしても要約的になっており、ベルクソン哲学の大きな魅力である、生き生きとした筆チは望むべくもありません。 ベルクソンは理性の教師として、つまりは第三共和世紀の他の教師同様、教育省の指定するあるプログラムに基づいて諸問題を外在的な仕方で併地し、講義を書き取らせるという形、これがまあ当時一般的だったんですねえ。講義を書き取らせるという形で相対的に硬直化した教育を実践せざるを得なかったということがあります。また、過去の哲学者や思想潮流について語る際には、 独自の解釈を出しているところもあるにはあるんですが、やはり通常の解釈はこういうものだと示すことが多いように思われます。これに対して、周知の通り、コレージュのまあ教育、かっこ付きの教育ですけれども、は、特別の規則に従って行われます。教師はした毎年独自の研究を発表しなければならず、毎回新たな内容が要求されます。教師は登録も学位も授けません。コレージュ・ド・フランスで用いられる言い方をするなら、教師は学生を受け持つのではなく、聴講者を受け持つのです。 もちろん、想像で的でなければならないというのも、これもまた一つの規則ではあるんですけれども、想像的であろうとする研究者にとっても、聴候者にとっても好ましい外的な制約でしょうで、まあ、あのこのベルクソンのコレージュ講義の大きな特徴はです、ね、まあ、その緑のところをまとめますと、まあ、即記録なんですね、ですから、まああの、ほぼベルクソンが当時しゃべったそのまんまということです。 ですので、まあ、非常に臨場感に満ちたライブ版のようなものであるという、これが、まあ、コレージュ講義の第一の特徴ですね。それから、まあ、早年期の講義であるという点も見逃せません。これまでの講義録は、ほぼ1880年代後半から1890年代前半に理性で行われた授業であるのに対して、今回、翻訳が出版されたコレージュの講義録は、そのほぼ10年後の1902年、3年度に語られたものです。 物質と記憶や笑いを書き上げ創造的進化へと向かおうとしていたベルクソンは自らが切り開きつつあった哲学について講義していたわけです。ベルクソンにおける持続自由意識因果性について考える上でこの講義録を読むことで得られる情報はたくさんあります。 ベルクソン哲学の生成過程を知るという点でも非常に重要な講義であるということ、これが2つ目の特徴です。3つ目の特徴は、まあ、特に時間関連の歴史について言えることなんですが、そこで履歴されているベルクソンの哲学史観は、かなり独特なものであるということが言えます。まああのえーまあ、ちょっとその間は飛ばしまして、えーまあ、大きな特徴の一つとして、時間の哲学史に科学者たちが退去して登場するということです。 これまでの著作の中ではもうたった一言「金星の科学は?」なんていうふうに語られているだけでその背後のことはあまり分かってなかったんですけどもこの講義録の第16項を見ていただけるとすぐ分かるんですがベネデッティガリレオカバリエリロベルヴァルバローニュートンといった数学者物理学者たちについて時にテキストを実際に読解してみせながら彼らの運動に関するビジョンや無限小理解を検討し そそここかららのののや計算の経時上学を取り出そうとしています。す。これらはメルクソンの言葉ですえ純粋持続の中に投げ入れられた促進器としての実証科学とその歴史についての極度に切り詰められた記述ですねあの著作の中の記述はえこういった講義での膨大な試行錯誤に裏打ちされておりそれらの驚くほど豊穣なアイデアに満ちたさまざまな考察が惜しげもなく展開されていた場所が コレージュ講義でであったとということです、まあ、例えばですね、この講義録の第16項では、ベネデッティという人物が非常に大きく取り上げられているんですけれども、この数学者は、ベルクソン自身が書いたものには、雑文や書簡まで含めても一度も登場しないんですね。えただ、この講義にだけ登場するんです。えしたがって、ベルクソンが時間の哲学史において、この数学者に大きな役割を与えていた。 でアリストテレスからの大きな転換がベネデッティのところで起こったと、まあ、少なくともこの1902年、3年の講義の段階では考えていたということは、著作だけでは読んでは全くわからないことなんですね。こういったことが講義録を読む、まあ、あの特徴とあの利点ということになります。ここから講義録の一つの可能性が見えてくるように思います。これは走行などに依拠する生成研究全般に言えることだと思うんですが、 ある思想家がその可能性をさらに追求したのか、それとも放棄したのかという、まあ、その取捨選択からさらにその思想を深く理解することが可能になるということですね。まあ、これはつまり、だから捨てたからそれは意味がなかったということじゃなくて、なぜそれを捨てようと思ったのかっていう、その思想の過程形成過程自体が興味深いということですね。それと同時に、ここから抗議と著作の違いを考えることもできるように思います。空母とディス空母の違いとして考えてみたいと思います。 クー母の語源は言うまでもなく、ラテン語のクフスス、走ることであり、ディスクーホは同じくラテン語のディスクルスス、あちこち走り回るに由来します。著作において、心理探究的性格を啓蒙的配慮より優先させる著作においては、特に時間は伏線的に流れ、冒頭にエピグラフとして掲げたニーチェの言葉で言えば、もろもろの曲がった道を丹念に追いかけることが可能になります。 これに対して講義において少なくとも教育的配慮を心がけた講義においては特に時間は相対的にではありますけれども単線的に流れるということができます。もちろん著作にも啓蒙的配慮はありますし講義にも心理探求的な側面はあるんですが総じて言えば以上のような区別が考えられます。こうして講義の時間、講義において流れる時間とはどのようなものかというテーマが浮上してきます。2、ベルクソン的教育学の可能性。 まあ本来は時間や記憶といったベルクソンにとって中心的な主題の取り扱いが、講義録を読むことでどう変容しうるのかといったことを論じるべきなのかもしれませんけれども、これについては実はもうすでにですね翻訳観光時に行った3つの合表会で、ある程度成果が公表されておりますので、ここでは全く違う可能性を開いてみたいと思いますそれはベルクソン的な教育学の可能性です。 なぜならこれによってある程度ベルクソンの講義録についてさらに深く理解することができるはずだからです。そしてそうすることによって見かけとは逆に私たちが真剣につまり時間や記憶といったベルクソン的な主題に私たちなりの仕方で取り組んでいるということもしか次第に明らかになると思うからです。ベルクソン研究を長年牽引してきたフレデリック・フォルムスは教師ベルクソン、ベルクソン・プフェに関する重要な国際シンポジウムの基調講演で ベルクソンには2つの教育概念、2つの教育実践があると指摘しています。道徳と宗教の二元線第1章末に見られるドレッ s ー a g e e テ m i s t i e と題された一節において、ベルクソン自身は道徳教育について語っているんですが、ベルクボルムスはこれを教育全般に拡張可能だと考えています。引用します教育者に開かれた道は2つある。その1つはしつけの道。 この言葉をその最も高尚な意味に介してであり、今一つは神秘的性、ミスティシテの道、前者とは逆に、今度はこの語を最も控えめな意義に介してである。第一の方法によっては、非個性的な習慣からなる道徳が注入される。だが、第二の道によっては、一個の人物の模倣、イミタッションという言葉が使われてますけども、いな、精神的合一すらもが得られ、つまりある程度その人物と全く一つのものとなりうるというわけです。 一方には閉じた反復的な権威主義的な仕方で普遍の内容を学ぶ教育があり他方には開かれたいずれにせよ内容よりもそれを教える仕方それを教える人物が重要であるような教育その存在の仕方によってはるかに人々を引きつける教育があるというわけです後で鍵になりますので模倣という言葉を強調しておきます もちろん、これを理性の授業における教育と、高齢授業講義における教育の区別にぴったりと重ね合わせるのは、いささか請求に過ぎるでしょう。まあ、もちろん、そういうあの区別をできないことはないんですけど、まあ、結局、それをやってしまうと、あ結局は、まあ、あの優秀なあ学生たちがいる大学と、そうでない大学はもう全く違いますねっていうような話になってしまうので、まあ、おそらくそうではないだろうということです。 え確かにシャルル・ペギーは産むことなくスフスについて語るソルボンヌの教授たちに対しコレージュ講義でのベルクソンはスフシエ、えー、振り子や棒で地下水を発見する水脈占い師あのソフシエじゃなくてスフシエですねだったのだと述べていた、えー、だがすでに最初に赴任したアンジェの女子高等学校でも、えー、生徒たちはすでに彼のことをオンショントー,、えー魔法使い人を魅了する人物と呼んでいたのです したがって先に見た2種類の教育の区別は他の多くのベルクソン的区別同様後者開かれた教育が前者閉じた教育を包含ないし下支えしていると考えるべきでしょうえ科学的な探究に従事する2種類の研究者の区別を戒めるベルクソンの次の言葉は教育者に区別を立てようとする姿勢にも適用できるに違いありません引用します2種類の研究者がいて一方は下働き専門他方は創意工夫が使命などということはもうありません 創意工夫は至るところにあるはずですどんな些細な事実の探求にもどんな簡単な実験にもあるのです個人的なしかも独創的な努力のないところには科学の短所さえもありませんこれがクロード・ベルナールの著作から引き出される偉大な教育的確率ですこのような教育的観点から来年の観光に向けて現在鋭意作業中の1934年度講義記憶の処理論の歴史を読むとどうなるでしょうか 第7項の最後に展開される回復への努力としての病に関する議論です、えー、引用します病の様々な症状として現れるものは病そのものではありません逆説的に聞こえるかもしれませんがより正しく言えばそれは回復に向けた努力なのですこの論点がいかに興味深いものであってもこれだけのことであれば物質と記憶に見出される周知の情報です この記憶講義の独自性は、これを有機体ないし生物体における感覚運動的平衡の話から、心における知性の平行の問題へと拡張する点にあります。引用します。これは来年出たらいいなと思っている講義録です。このことは、肉体的な苦しみよりも精神的な苦しみに関して、より一層当てはまること、より一層明らかなことでしょう。精神的苦痛とは何でしょうか 精神的苦痛を力の現象として定義するなら、それはとてもまずい定義の仕方です。誰かがとても大切に思っていた親や友人を亡くしたとします。その人が感じる苦痛とはどのようなものでしょうか私たちの知性の相対によって行われる論理的な推論とは別に抗議をする部分があり、その部分にはそれに固有の論理、切り詰められたより単純な論理、子供じみた論理とでも呼びうるものがあります。これは、 もらえるはずのないものを要求し取り返しのつかないものを取り返そうとするものなのですが災いに対するこの抗議この無益な努力こそが私たちの意識には精神的苦痛という形で現れるのですこの記憶抗議で密かに行われた拡張はその後1911年度のポレージュ抗議人格の理論において再び取り上げられることになるのですが今は全く別の方向に接続してみたいと思います ギトンはジャン・ギトンっていう人なんですが、ジャン・ギトンは、リセにおけるベルクソンの生徒たちに対する向き合い方も。また、一風変わったものだった。と回想しているのですが、そこに見られる教育観は、ここでの心の痛みの捉え方と通定するものがあるように思えます。引用します。ベルクソンは、うまくいっていない生徒たちを、特に可愛がっていたように思える。絶望しているから、ひどいことをするのだと考えているようだった。 クラスの下から3分の1の中には根っからの怠け者や嫌気がさしてしまっている者たちに混じって極めて繊細でデリケートながらくじけてしまった優秀な者たちがいることを知っていたかのようだった。これを単にベルクソンの人間性、優しさととるのであれ、執拗に残存するエリート主義と取るのであれの次元で理解するのではなく生徒たちの悩みや苦しみ、素行不良を回復への努力と捉えているのだと考えてみよう。すると そのような眼差しはいわゆる普通の生徒たちの知的平衡を絶えず書力が接衝し合った末にかろうじて達成されている動的平衡と捉えることと距離一体である。ベルクソンは二元線で病気も健康と等しく状態であるある観点からすれば健康とは病気を予防し病気を寄せ付けまいとする不断の努力とも見られると述べています。以前にも指摘したことですが 正常なものは性的な概念つまり平和な概念ではなくて力道的な概念であり論戦的な概念であるとする正常と病理の管ギレムへと直接受け継がれていますこのような教育的な眼差しは二元線において至るところに顔を覗かせています例えば精神的なもだえというものもこれまた一般的に言えば社会的自我と個人的自我との関係の乱れだといえようと言われ 大犯罪人の胸中にある悔いの感情がかろうじて彼を社会につなぎとめていることから彼はもはやよそ者エトホンジェではない彼はもはや社会ともまた自らのうちに連れ歩いている社会的なものとも完全に縁を切ってはいないと述べていますあるいはサンフランシスコ大地震という最悪すらもひどいやつどうでもこうでも絶交絶好の漢字が間違ってますねというまでにはなっていない悪友 いかにも悪いやつかもしれないが何と言っても我々といわば同じ世界の一員であるそれは全く気心の知れない相手エトホンジェではないというふうに言われて取られていますもちろんこうやって大地震をまあ何か人間のようなものとして取る人格化というのはベルクソンにとっては加工作用パビュラシオンなわけですけれどもそのように見つめる眼差し自体は開かれた道徳と閉じた道徳の双方に通定しているものいるものだというふうに言えます 3点目、来るべき講義、講義録。この2021年において講義録が読まれるとすれば、その大きな理由として2つ考えることができます。1つは、研究者や専門家など、すでにある思想家の思想に馴染んでいる人々にその傾向が強いと思いますが、既存の著作以外に新たな情報がもたらされるという理由です。しかし、これは講義録に限った理由ではありません。例えば、デカルトの未刊行のものが発見されたとすれば、それが総行であれ、書簡であれ、 女王への午前講義のメモであれ専門家であれば誰しも読んでみたいと考えるでしょうつまり新情報であればその形式は問わないわけですもう一つの理由は一般読者であれ研究者であれあまりその思想家に馴染みのない人々にその傾向が強いと思いますけれども講義録は書かれた著作より読みやすいリーダブルであるということではないでしょうかただしこれはいつの時代もそうであったとは限りません よく知られているように、アリストテレスの現在ある形の著作集は、リュケイオンなどで行われた講義の講義録が、アリストテレスの死後に不確かな伝承を経て、全1世紀にロドスのアンドロニコスによって著作集に編集されたものです。ノートミノブルさんは、最近刊行されたあらゆる意味でモニュメンタルな著作において、次のように述べています。引用します。アリストテレスの講義録とは一体何だったのか、その基本的な点もよくわかっていない。 現代に例をとると、ドイツの大学講義、フォアレーズンのように、事前に入念に書かれた原稿をそのまま読み上げるという形式があり、ハイデガーの講義録のように、本人が編集して残された場合がある。反対に、口頭での講義を著者、聴講者が筆記して編集して残す場合もあり、ソシュールが代表である。その場合は筆記者によって複数のバージョンが残ることもある。 アリストテレスの場合、緊密な議論展開と、熟考された内容、さらに優雅ではないにしても、読み物として評価される硬質な文体が、弟子の筆記によるものとは考えにくい。えー、以下、ちょっと省略します。だが、これもまたよく知られているように、古代に一般に知られたアリストテレスの著作は、本人が外部向け著作と呼び、全1世紀にキケロがその文体を黄金なす伝説の流れと褒めたたえ、優雅さではプラトン以上とも評価された。 プラトン的な対話編でで書かれたた作品でしたそうだとすると、アリストテレスの場合、入念に執筆された対話編の方が、講義録よりも読みやすかったということになるのではないでしょうか。まあ、この後あと、中世のです、ね、明大集中会とかです、ね、まあ、講義録に似てるかなっていうものとかですね、あとあの18世紀のカーンとヘーゲルとかですね、あと特にあのフランス哲学会ですから、空山ですね、空山の,の講義録の話とか、いろいろ書いたんですけども、飛ばします。 えー、読みやすさ、リーダビリティということで言えば、このままいけば講義録は必ずしも書かれたもの、文字でなくとも良くなるのかもしれません。コロナ禍という情勢も相まって、動画で授業を配信するということが日常的になりつつあります。えー、すると、えー、講義録を文字化するという作業は、単に字幕を付すという作業に置き換わるのかもしれません。えー、教師の言葉に視聴者の要望に応じてテロップがつくようになれば、 文字か話し言葉かという対立自体が無効化されてしまうように思います。その対立の先で私たちが考えるべきは、むしろいかなる教育がより効力を持つのかということでしょう。ベルクソンの次の文章では、手の教育が強調されていますが、必要な変更を加えれば、教育者の声や表情や身振りに直接触れる視聴覚教材、ひいては講義についても同じことが言えるのではないでしょうか。引用ししまますす最初の方を飛ばします すべての科目において文系でも理系でもフランスの教育は言葉に頼りすぎている。大作家の作品を論ずるのは有益である。しかしそのためにはまず干渉され理解されなければならない。つまり生徒がまずある作品をある程度自分で作り直し、作家の着想を自分のものにしなければならない。そのためには作家の後からついていき。 えー、ここはまあ,あの冒頭の兄ちゃんの引用と重なるわけですけれども、えー、だから、なく単線ということですけれども、えー、その身振りや態度や物腰を真似るしかない。そしてそれはまさに声を出して正しく読むということである。知的理解の前に構造と運動への知覚がある。これを学習の最後の飾りとしてではなく、最初に、そして至るところにおいて学習の支えとして用いるべきだ。ついでに言っておこう。 今述べたような朗読の仕方と私が哲学者に進める直感との間には一種の類比が成り立つ。実際にやってみるという点が強調されていることが分かります。そしてベルクソン自身が指摘しているように哲学的実践としての直感は後からついていくという点において手の教育や朗読法などの教育的実践と類比的関係にあります。論文哲学的直感において ベルクソンは媒介的イマージュについいててこう述べままますす、ま、たちょっと引用のの最初の方を飛ばしますそれはおそらく哲学者本人も気づかないままに彼の精神につきまとい彼の施策の紆余曲折に沿って影のように後からついてくるのです影のようなこのイマージュをよく観察してみましょうそうすれば影を投げかけている身体の姿勢を見分けることができるかもしれません その姿勢をただ外から模倣するだけでなくその姿の中に自分が入り込もうと努力すれば哲学者の見たものを可能な範囲で見ることができるかもしれません講義において与えられるのは決して教授内容だけではありませんその声その授業姿勢その身振り教師のすべてが伝えられているわけです今後ますます聴講者自身がやってみるというスタイルの授業が増えるとき講義録はどうなるのでしょうか 例えば、ベルクソンを2021年に極めて人気のある哲学者であると考えてみましょう。彼はどのような教育的経験を積んだのか、どうしたらそんな風にナチュラルに書けるようになるのか、そんな風に整然と話せるようになるのか、と尋ねたジャン・ギトンに、おそらくはアンジェ時代を振り返って、まあ、高校の先生だった時代ですけども、を振り返って、ベルクソンがしたとされる有名な打ち明け話によれば、彼は非常に若い生徒たちの前で教し始めたとき、 ノートを持参せずに話をして書き取らせる訓練をした、えー。おそらくはそこに関心を持つ学生も増えていくでしょう、えー。しかもメモなしで講義を行うことは、おそらくベルクソン哲学の本質と密接な関係があるように思います。えー、またギトンの引用ですけれども、えー、私ギトンが駆け出しの教師だった頃、ちょっとしたアグレガシオンの授業をやるのに、授業を作り込みなしすぎない方がいいよと彼は助言してくれました。自分の内的な性のために、 読書のために、個人的な施策のために、できる限り時間を取っておきなさい。それが生徒たちの役に立つのです。何も言わなくても、あなたの放つものすべてから生徒たちは何かを得ているのです。ここでポイントは、授業準備に時間をかけなくていいということではありません。そうではなく、普段から本を読み、試作する生き方のすべてが講義に反映すると言っているのです。えー、結論に変えて、知覚の拡張、注意の変化、転換 ベルクソン最後の著作である論文集思考と動き初集の論文変化の知覚には知覚の拡張と注意の転換というセクションがあります。これを締めくくりに引用して発表を終えることにしたいと思います。引用します。芸術のことを考えただけでも知覚能力の拡張が可能だということがわかります。ちょっと飛ばしまして、さて自然が時たま気晴らしに少数の特権者のために行っていること、まあ、これ芸術家のことですけども、を 哲学が自分の分野において別の意味と別の方法で万人のために試みることはできないでしょうか。哲学の役割とはおそらく世界の実際的な関心の側面から注意をそらせて、それを実際的には何の役にも立たないものの方へ向け直すことだと思,思われます。こうした注意の転換こそが哲学そのものであると言えるでしょう。 えー、来たるべき講義録は、えー、近くの拡張、えー、注意の転換の時間を与えるようなものでなければならないように思います。えー、以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。じゃあ、えー、質疑はまとめて後で取りたいと思いますので、えー、それでは、えー、引き続き、えー、発表を移りたいと思います。じゃあ、えー、とメルロ・ポンティ、えー、酒井さんの はいえっ、ー、とまあえっ、ー、とあご紹介に預かりました酒井舞子ですえっ、ー、とまあメルロ・ポンティがあのコレーシュト・フランスに、えーえー、と1953年ぐらいかなあの赴任した時にあの前任者の、えー、と名前忘れます忘れしましたけど 直前の前任者を称えるんじゃなくて、あの哲学を称えてっていう講義でその、その前前任者であったベルクソンをたなんていうか、ものすごく取り上げるような講義をしたっていう、まあ、講演ですねっていう話が、まああの、テキスト的にも残ってるんですけど、まあ、あのそういうこととかもちょっとあって、まあ、あと私の発表に移りますね。 えっと、ちょっと皆さんの書き方と違って最初に資料をつけてしまったので見にくいんですけど、まあ、あのメルロ・ポンティの記録という感じで、まあ、最初の4ページぐらいは、えっと、その情報を全部ガーッと載っています、えっと、なのでもしあの iPad の方は難しいと思うんですけど、まあえっと、なんだパソコンとかの方は開きつつ見ていただけたらいいかなと思います それでは発表から始めます。えっと、ちょっと最初の部分あの、読むのが恥ずかしいんですけど、まあ、メルロポンティの講義録からですねえ。我々の態度が我々自身の心的外傷の結果になってはいけません。我々が人生において経験したショックのとばっちりを子どもが受けてはならないのです。子どもは我々の個人的な不幸の慰めのためではなく、自分で生きるためにそこにいるのです。 人生への意欲から教育者になるべきであり、人生への恨みから教育者になるべきではありません。えっと、これは、あ後に見ていく、なんだったかな、子どもの児童心理学教育学講義において出てきたまあ記述というか、講義の内容ですね。ちょっと胸ツなので引いてみました。えっというわけで、内容いきます。えー、メルロ・ポンティは、えー 1930年に高等師範学校を卒業し、大学教授資格試験に合格しました。でその年の10月から1年間兵役につき、その後、哲学教員としてのキャリアを開始します。はじめ、防衛高等中学校、まあ、理性ですね、哲学教授に就任し、33年に国立学術基金の給費研究生となって、34年から翌年までシャルトルの、えー 異性の哲学教授に着任しています。35年から39年に高等三学校の復習教師を務、えー、めて、38年に行動の構想を書き上げ、その翌年にフサル文庫での調査を行い、再び中軍、40年に復員し、44年までパリでカルノン等中学校で教鞭を取りました。42年に中、えっとまあ、軍の前に書いていた。 書き,下ろ書き終えていたコードのコースを出版し、まあ、44年にサルトルの公認で、コンドル製高等中学校の教授となり、1年間勤めます。で同年、サルトルらと共に雑誌レターモデルの、まあ、創刊して、45年に知覚の現象学を出版しました。まあ、この辺のことは、えーとまあ、割と,何だとかメルロ・コンティ特本みたいな本に。 書いててあって、まあ、知ってらっしゃる方は普通に知ってると思うんですけどで52年3年にサルトルと断絶しレタンモデルとの関係を断つまでは、まあ、政治活動も活発に行っていましたちょっと今回はあんまり政治の政治論とかそっち側には触れられないんですけどで、まあ、とはいええーっとまあ、その後レタンモデルとの関係を断っても、まあルジェリア政策への抗議をしたりとか。 ま政治的論考を書いたりとかしていたので、まあ、必ずしも何でしょうねすごい活動をしてなければ政治をしていないっていう話にはならないっていうことだけは言っておきます以下では哲学者としての知位を確立した地殻の現象学観光以降のメルロポンティの講義について確認していきます、えっと、まず最初ですね、えっと高等願学校とリヨン大学 に勤めていいた頃というのがあって45年の近くの現象学観光後から49年にソルボンヌに移るまでのこの時期の講義に関しては講義録が刊行されているマルブランシュ、ヴィラン、そしてベルクソンにおけるシンシンの合一を除いてはあまり正確なことが分かっていません。グザビエ・キリエットによると 高等師範学校においては、上述の心身の合一ですね、マルブラン・シュヌーヌン・ガンと、えー、ソシュールの講義を、えー、そして、リオン大学においては、ライプニッツにおける自由という講義と、マルブラン・シュメンヌ・ドビラン、そして、ベルクソンにおける心と体、であともう一つ言、言語活動とコミュニケーションという講義を行っていたというふうにされています。でまあ、同じリオン大学 の講義に関して、えー、意識と言語の獲得の英訳者であるシュイ・シルバーマンという人は、フェルナンジャケという聴講者のノートに基づいて、えー、別の報告を行っているんですね。45年、46年の講義では、心理学の方法、特に精神分析、行動主義、ゲシュタルト心理学が主題的に扱われていて、 それに続いてヘラクレートスクラティスプラトンからデカルトロックバークリーなどを経由してフンボルトカッシーラに至るまでの言語の本性に関する議論の歴史が扱われてい,ました,いたそうです。46年、47年の講義も、えー、発達心理学、えー、2つ目、医学と会、3つ目がディルンケーム、刑務と近代社会学に関する講義が行われたということです。 で47年、48年の講義では、美学と現代史、えー、ボードレール、ランポ、マランあ、現代史の史が間違ってますね。あの、えっと、あっちの3分と史の本の史です。えっと、えーまあ、マラルメなど。で、心理学、精神分析の著作解題を行ったり、えー、言語の心理学についてで。これが先ほどの言語活動とコミュニケーションと同一と考えられるんですけど、 こういう講義が行われたというふうに言われています、えーっと。47年、48年に高等師範学校とリオン大学において並行して行われていた心身の合一の講義で、マル,ビランシュ、えー、マルブランシュ、ビラン、ベルクソンが扱われたことには、まあ、あの哲学のアグレガシオの項目にこの3人の名前が入っていたという、外、ま、的、あ、な理由があります。 この講義は同試験の受験準備をする学生たちに対する教育という側面が大きくて、講義と模範解答例、テクストの読解例によって構成されています。とはいえ、メルロ・ポンティが三者の心身の合一の問題に焦点を当てたのは、彼の関心によるところが大きいでしょう。講義録変者のジャ,ジャン・ドゥ・プランは、えー 複数の学生ノートをまとめた際の印象として、えー、簡素で括弧としたメルロ・ポンティの言葉ばしばしば学生,が学生たちのノートに全く同一な反響を残していたというふうに記しています。えー、リオン大学講義についての報告を考慮すると、この時期のメルロ・ポンティの講義は心理学、生理学、精神病理学などを 手がかりとしつつも、それらの暗黙理の哲学的前提を問い直す知覚についての哲学という行動構造及び知覚の現象学のプロジェクトも延長線上にあるというふうに言えるでしょう。えただし、えー、47年、48年の言語とコミュニケーションやあるいは、えー、翌年のソシュールといった講義は、しばしば指摘されるようにこの式の彼が言語理論への関心を強めていたことを示唆しています。 えっと、それでは次ですね、えっと、<laughs> 次にあのパリ大学文学部に赴任するんですけど、メルロ・ポンティが児童心理学と教育学の交差のためにパリ大学文学部に着任した当時、えー、まあ彼は知覚の現象学の哲学者であり、ヒューマニズムとテロルの論客であり、雑誌レターモデルのです、ね、現代においてはサルトルの相方でした。 えとソルボンヌ講義のビルタンドプシコロジー版っていうのがあるんですけど、まあ、ちょっとこの辺の、このソルボンヌ講義っていう講義の講義録に関するいろんな版の話っていうのはちょっと最初の方の資料に中で書いてるので、まあ、そちらを参照してください。 そのビルタンドプシコロジー版っていう、まあ、ある種の同人誌ですね、それの編者であるユベール・ダミッシュによれば、まあ、着任が発表されると、学生たちは、まあ、おそらく幻滅を含んだ驚きを覚えたっていうふうに、えー、言っています。というのも、学生たちは哲学を抽象的で観念的なものにのみ関わる、難解で無意味なものと見なしていたためです。 でまた本職の心理学者たちが、えー、すぐには追い払うことのできない地位を哲学者が占めてしまったっていうことに憂慮した、まあ、ちょっと頭を抱えただろうっていうこともダミッシュは示していますしかしメルロ・コンティの講義はすぐにこれらの考えを吹き飛ばし彼らの熱望を満たしてくれたともまあ言われています えっとこの一見奇妙な人事について言えば、当時のフランスにおいて哲学者が心理学の教授を務めることは決して珍しいことではなかったというふうにも言われています。で実際、メルロ・コンティがコレッジとト・フランスに移った後に、ここのポジションに着任したのはチャンピア・ジェですね。二十歳心理学者と,としてはものすごいニックネームですけど、えこのポストに えー、本職の心理学者がついたのはこの時が初めてだったということです。知覚の現象学が、えー、いわば知覚の本性と身体の哲学的地位を考察するものであったのに対してソルボーム講義は、えー、子どもの心理や性ですね、えっと、あと知能とか認識とかいった発達、あるいは言語習得とか社会化とか。まあ えとあと子どもと大人との関わりなどがテーマになっています。でこれはまあちょどうでしょう、近くよりもいわばちょっと高視な、まあ、ちょっとあるいは近くとは種類が違うようなものの発生に関する問題を扱った後期であるというふうに見なすこともできるでしょう。えー、リヨン大学の時期とソルボンヌのこの時期は、えー、表現というテーマ。 そして同時に後期のメルロポンティの重要概念である肉の概念の発生の時期というふうに見なされてきました。また講義の中には人間を対象とする学問がどのような問題を持ちどのようになされなくてはならないかについての考察も見られています。そこには冒頭に引用しておいたような教育者となる学生たちへの忠告と読める文言もあります。 まあ,あれは割となんて言うんでしょうね、子どもに対して、割とちっちゃい子どもに対する教育はどうあるべきかっていう話になってるわけですけど、まあ、まあ子どもっていうのは関係性によって広い年齢を含むことになるので、もしかしたら、えー、と大学における教員と学生の関係とかにも言えるのかもしれないですね。 ソルボンの講義では、教育学と児童心理学だけではなく、ゲシタルト心理学とか行動主義とか、病理学、精神分析、文化人類学、社会学、マ,ートマルクス主義とか、言語学、現象学など、必ずしも講座名に対応しない学問分野の成果が後半に取り上げられています。このような取り組みの背景には、人間の科学との対話を通して、 哲学を実践するというメルロポンティのキャリアの最初期から見られる探究姿勢を見て取ることができます。で、まあ、実際、えー、このソルボンヌ講義において取り上げられた。他分野の成果というのは、同時期に準備されていた世界の3分及びその一部で。かん、かんその一部であり、まあ、実際に観光投資観光された。間接的言語と沈黙の声っていう。 日本文,文においても再び取り上げられていますし、ジョン・オニールという人はこの講義について、メルロ・ポンティの知覚の表現のさらには人間的諸制度からなる社会的歴史的世界の現象学全体への序論を提供するであろうと高く評価しています。えーまあ沢,田えー、沢田哲夫さんですね、沢田さんは、えー、指摘するように、好奇思想においてもこの講義は反響を残していて、 講義録ののの中にメルロ・ポンティの思考の痕跡をたどることができます、まあ、ちょっと私がこのソルボンヌ講義の専門家みたいなものなのでソルボンヌ講義の話ばっかり長くなっちゃうんですけどソルボンヌ講義の記録の中には学生の発表の記録とおぼしきものも含まれています。 実際、メルロ・ポンティは、えっと、この子どもの心理学、心理社会学という講義の紹介、まあ、において、発表のテーマと参考文献を複数指定しています、えっとまあえー。とはいえ、メルロ・ポンティは学生の発表を受けて、発表内容についての補足やコメントをしていて、まあ、そこからメルロ・ポンティ自身の見解や問題関心を間接的に読み取ることができるというふうに言えるでしょう。 ソルボンヌ講義にはまた哲学と他の学問分野の関係を論じるという学問論のテーマも通定しています。このテーマが最も明白に扱われているのは人間の科学と現象学というものですけど、これらの議論はソルボンヌ講義における講義内容とメルロポンティの哲学の関係性が表明されているというふうに言えるでしょう。まあ、例えば 意識と言語の獲得という、まあえー、とソルボンの講義の最初の方のやつですけどそこにおいては心理学と哲学の間に差異はないことになる心理学は常に暗黙で始まりつつある哲学であり哲学は決して諸事実との接触をし終わりはしないというふうに言っていますこれと関連して同じ時期の論法哲学者と社会学というものには次のような記述もあります えと解釈の瞬間には社会学者自身がすでに哲学者であるということで、あるいはこの同じ経験と同じ世界について科学が述べていることを忘却する権利がどうして哲学者に与えられるだろうかというふうに、まあ、これらの発言や記述を通してメルロ・ポンティは哲学と経験科学の相互法説を唱えているというふうに言えます。 <coughs> あとは、まあ、メルロ・ポンティがこの講義の中で、まあ、マルクス主義の加速音とか精神分析の思春期に関する研究であるとか、まあ、アメリカの人類学における、まあ、ナバコ・インディアンの子育てとか、まあ、いろんなものを参照しているんですけれども、まあ、それはある種彼ら20世紀のフランス人、まあ、学生も当然そうですしメルロ・ポンティ自身もそうですけど そういった人たちにとっては自然なものであるというふうに見なされている、み、えー、なされていて、まあ、交流や認識の際の字や背景として暗黙のうちにとどまっているものっていうのを図化、つまり認識する作業を自から行ってみせているんだと。まあ、ここでは例えば何でしょう、子どもとは何かとか大人と子どもの関係というのはどういうものかっていうような。 話っていうのが主に扱われていたんですけれども、まあ、それがそれをある種相対化してみせるっていうことを授業の中でやっていたといえるでしょうでこれはまあピアジェから彼が批判的に授用した脱中心化という自己中心性と脱中心化という関連の反響と見ることができますし、まあ、これを 哲学者を物理的、社会的、文化的世界に結びつけているつながりについて、否認する代わりにそのつながりを意識化し、一時停止するという意味でのメルロ・ポンティ流の現象学的還元を講義の中で実践しているというふうに見なすことももしかしたらできるかもしれません。えー、っと、それでは、えー、っと、レーシュド・フランス講義に関していきます。 えとその後、ですね、メルロ・ポンティはコレージュ・ト・フランス教授への立候補に際して、非公式の研究計画をマーシャル・ゲリル宛てに送っていてで、そこから彼の晩年までの研究計画を知ることができます。えー、とそれによれば、メルロ・ポンティは世界の3分の除雪及び真理の起源という2つの著作を加うとしていました。でこのうち全社、世界の3分、 の著説ですねこれは死後世界の3文というタイトルで未完成の総合が出版されています。メルロ・フォンティはそれらの著作の目的を他者との交流や思考がどのようにして我々を最初に真理へと導いてくれた資格を取り上げ直し乗り越えるかを示すことというふうに記しています。また自然抗議の変者ドミニク・セグラールの記すところでは 当時のメルロ・ポンティにとって残されていた課題は、心理論と感主感性論によって、知覚された世界から認識の世界への移行と、認識の世界に固有の対象を示すことであったというふうにまあ書かれていますで。このストーリー、セグラールのストーリーに載っとればこの、その目的のためには、メルロ・ポンティのプロジェクトのためには、まず、 言語についての講義が行われ、次に科学的標準や社会制度などについての制度化という講義が行われ、そして次に、我々の認識の起源であるところの自然が扱われることになります。以下ではこの図式に従って、コレージュ・ド・フランスにおける講義を、表現、まあ、言語ですね、歴史、自然という3つのテーマないし、局面に分けて別件することにしましょう。 表現言語というテーマについて感覚的世界と表現の世界という講義はその一項に記されているように知覚の現象学の立場をある種の感覚主義とみなす批判に対してその誤解を解消すべく表現というテーマによって知覚の現象学のテーマを成果を取り上げ直すという試み、まあ、そういう講義として理解できるでしょう。 で言語の文学的用法という、まあ、えっ、ー、と、そうですね。この完成的世界と表現の世界と、えっ、ー、と、言語の文学的用法と、次のパロールの問題っていうのは、割とここ10年以内に出てきた新しい講義録なんですけど、あ、そう、言語の文学的用法において、スタンダーリア・プルーストラの文学を通じた、えー、探求が行われましたで。パロールの問題っていうのは、 えっと、それこそ去年とかおととしに出版されたんですけど、ソルボンヌ講義で行われたような、えー、子どもの言語習得、言語の病理などの問題を扱いつつ、やはりプルーストを取り上げていて、えーまあ、あとは知覚された世界を表現へともたらそうとするパロールの働きについて考察しています。で歴史については、えー、歴史理論のための資料と弁証法に関する2つの講義っていうのが、えっと、最初の冒頭に。 貼っておいた資料にあるよっていう情報はあるんですけど、まあ、これもヨーロッパのみの観光のため、内実はちょっと不透明でして、でもある程度、のじ時期あるいは抗議に先立つ時期に書かれた政治論文集、弁証法の冒険を参照することで予測することはできるかもしれません。まあ、ヘーゲルやマルクスはもちろんですが、この時期、立場の違いから分かれたサルトルについての批判的検討もなされているようです。で制度化もまたにもまた 制度化講義にもまた、トロツキーの議論やサルトル批判といった同書と関連する話題があり、制度化は主治主義的哲学への批判であると同時に歴史を単なる偶然の連続化、あるいは運命づけられた必然化、いずれかとみなす歴史理論の枠組みを抜け出す議論です。でただし、えー、制度化講義、 には、まあ、感情とか芸術、数学、歴史文化などの制度化について、まあ、やはりクルースとかルシアン・ペープルとかリビストロースなどを通じて扱っていて、表現の問題系ていうのも大いに含まれています。で、まあ、受動性講義ていうのは、うん、主にフロイトラの精神分析を通じて行われる睡眠や夢など についての話なんですけど、まあ、これを世界に対する我々の一つの関係として位置づけていて、まあ、身体的存在としての主体を強調する議論であるように思われます。自然について言えば、<laughs> 3つの自然講義っていうのはアリストテ,リステレス、シェリング、ホワイトヘッド、デカルトなど、まあ、哲学者の自然概念を通して自然が考察されているんですが、そこではまた、えー、ユクスキュルとかラッセルとか、 えー、ポルトマンとかローレンス・ダーウィンといった生物学者の議論も取り上げられていますで。このような作業を通じてメルロ・ポンティは自然を意識にとっての対象や素材ではなく、意識がそこからある意味でおのすから立ち現れてくるような農産性を備えたものとして捉え直そうとしています。えーとまあ、最後に、えー、講義録を読む意義ということでちょっと。 考えたたいと思ったんですけどコレージト・フランスのまあ講義のヨ録集を編集したクロードル・フォールはメルロ・コンティの講義誌の様子を次のように示しています。えまあ、彼のメルロ・コンティの講義は前もって作成された原稿にのっとってはおらず時折一別する手元のメモは予想されていたものよりもあっさりしたものだったと。 そのためメルロ・コンティはしばしば聴衆の前で試作しもすればメモを忘れ去るほどに脱線したという、まあ、話が脱線したということですね言われていますで自然講義を調合していたグサビエ・ティリエットのメルロ・コンティの講義を半ば即興的で議論の歩みはしっかりしているが形式的におしゃべりな講義というふうに評しています、まあ、このような事情から学生の調合書 聴講者ノートによるのではない本人の講義準備ノートを元にした講義録っていうのは必ずしも実際の講義内容とは一致していない可能性もあります。いやま例えば自然講義っていうのは1,2年度目が学生のノートで3年度目と言っていいのかわかんないですけど、まあ3つ目のやつは本人の講義準備ノートを元にした講義録なんですけど。 これに関して、英訳者、自然講義の英訳者であるロバート・バリエは、役者前書きにおいて、文講義録を、それがいかに部分的にはメルロ・コンティの他の論考と一致していたとしても、あるいはいくらうまく学生によって取られたノートであるにしても、次の2つの理由から解釈上のリスクに注意せねばならないと強調しています。まあ、1つ目の理由はいかにうまくノートを取ったとしても、それは完璧ではありえないという、まあ、普通のことですけど。 で2つ目の理由は、知、ま、覚、あの減少学などで、例えば、えー、メルロ・コンティが質主,主義と経験主義などに対してしばしば行ったように、まあ、入念なほとんど哀愁を帯びたやり方で、それらの豊富さと深淵さを示し、あたかも前任してみせて、彼の欲しいものをそこから取り上げたあとで、それらの立場の最も基礎的な前提を批判したり、第三の立場を扱うために、他の同等に練り上げられた立場と対決させたりするという。まあ メルロ・ポンティ自身の文体ないし語り方が読者にこれがメルロ・ポンティの立場であるというふうに容易には言わせないためだというふうにバリエは言っています。しかし同時にバリエはこの講義のそういったリスクを取るということには十分な利益があるとも述べており まあ、メルロ・ポンティによるテキストであるとは言えなかったとしても、彼の作動中の施策を見つけてくれる素材に満ちていることを指摘しています。<laughs> まあ、このように交換された著作と講義を純別するバリエの立場は、文献学的には妥当なものだとは思うんですけど、まあ、区別に固執しすぎることは、メルロ・ポンティの手,によるの手による著作の少なさを考慮すると、 まあ、彼のの思思想にについててを狭めてしままううように思われます、えっと、自然講義の翻訳者の一人である角認先生は同、えっと、講義についての、えー、研究書自然の現象学の序文においてテクストの解釈者を、えー、文献学的正確さを重視し著作の分野の正確な解釈をお胸とするアカデミックな解釈者を 著作の提示している問題性のありかを、その著作から他の著作や他の著者に線を引くことによって示そうとする問題指摘解釈者に分類した上で、放射の立場を採用しています。まあ、私もまた同じような方針を取りましたっていう話がまあ下に書いてあります、えーっと。メルロ・ポンティ自身の言葉と講義録が一時一区互わぬことが、 重要なのではなくて、特定の文脈において特定の問題や人物を特定の仕方で取り上げるという彼の身振りそのものが彼の自覚を超えたところで不可否的に帯びる意味、えー。彼が知覚の現象学の中でこれを所作的意味と呼んだ意味を探求することこそ、まあ、彼の思想研究になると考えたからです。えーっとまあ、このような態度でメルロ・ポンティを読解することは、えーっと、メルロ・ポンティ 裏切っているわけではないっていうことを言いたくて、まあ、近くの現象学の中では、えーと、まだあまり理解できていない哲学的なテキストも、私に対して少なくとも特定のスタイル、スピノサのスタイルであれ、批判主義のあるいは現象学のスタイルであれを明らかにするものであり、そのスタイルはそのテキストの意味の最初の素行なのであって、私はこの思考の存在様式に滑り込むことによって、 その哲学者の誇張やアクセントを再現することによって、ある哲学を理解し始めた。ここで彼は哲学を理解するということは、哲学者が己の思想を展開する身振りのスタイルに同調することであるというふうに述べていると私は読みます。でそこでは、哲学を学ぶものは初めのうちは理解できないさまざまなもしかしたらそれは哲学者とにも分かってないかもしれないことが。 のの意味をを同調を通てて理解していくことになりますでこの主張はあくまでも哲学者の著,者著作についてのものですがソルボンヌ講義の中で、まあ、同様のことが哲学者の講義についても言われています。えー、哲,学者の哲学の教授はまだ全ての用語が未知のままであるその講義の第1回において学生たちが第10回に至って始めて、えー、十分に理解する用語の数々を用いさるを得ませんと。 でまあ、ここでは、うんまあ、哲学の講義においても初めは意味の不透明であった言葉が、えーとまあ、言語的所作とスタイルを通じて聴講者にとって理解可能なものになっていくということが示唆されています、えー、と <laughs> まあこのような考えにのっとれば、えー、哲学者の思想とは厳密な文献学的読解によってのみ接近し得るものではなく厳密な意味で書かれた言葉を超え出て哲学者 が己を取り巻く状況に応答する身振りを読み解くことによっても責任し得るものだということになるでしょう。で、抗議録とはまさしくこのような哲学的所作の奇跡なのですという感じです。ちょっと時間をオーバーしたかもしれません。ごめんなさい。以上です。はい。私だけがですね、おそらくまあ厳密な意味での えっとその風孔の専門家というわけでもなくて、まあコレージュ・フランスの講義録を一冊まあ翻訳させていただいたと、まあもう一冊実は今訳している途中なんですがあそういった関係で,です、ね、ちょっとコレージュ・フランスの講義録について話をさせていただきたいと思います。それであの先ほどちょっとえっと藤田先生と酒井先生のお話があってですね、まああの哲学者の講義録とまあ教育っていう観点からお話があったと思うんですが、私もちょっとその風孔の講義録でまあ風孔がどういう教育をしていたのかということをいろいろ考えてみ。 なかなかですね、えっと、ちょっと思いつきませんで、まあ、そもそもそのフーコーの講義、えっと、コレジション・フランスの講義っていうのはどういう形で行われていたかっていうと、まあ、フーコーがその本当に大教室、まああの,行動の前に座っていて、まあ、すごくたくさんの人がそれを聞きに来ると。 で教室が1つじゃ足りなくて、えー、っともう2部屋使ってかつスピーカーでフーコーの声が流されるってもある種あのちょっとした遠隔授業みたいなものになっていたとフーコーはまあそこで教育というよりはまあむしろこの双方向性を望んでいて、まあ、自分が言ったことに対して応答があ,るあってほしいと。 いうふうふに思っていたんだけども、まあ、実際はその応答ってのはほとんどなくて、うん、まあなんかその劇場で、まあ、劇を演じている俳優のようであるというような話をまあ嘆きながらしているとで。いろんな形でこの双方向性をあの まあ作る努力をするんですが、まあ、結局やっぱり最後までなかなかうまくいかなくてっていうようなところもあったと,ということでですねちょっとその教育っていう点については、まあ、少しまた後でこの考えつつですねひとまずその風ー,ーの「コレージオフランス」の講義録について、えー、まあ翻訳した観点からですね思ったりしたことをあの書いてみたいと思います。でもちろんん年ののにについいてははそそ教育とうテーマががああるにはあるんですが、えっと、それはまあ 講義のテーマの話ですのでちょっとですね、まあ、脇に置きまして、えっと、この原稿を読ませていただきます。 はじめにミシェル・フーコーのいわゆる教歴は1951年に高等社学校で、まあ、メル・ポンティと一緒ですかね復習教師を務めた時から始まるその後52年にリール大学のやはり心理学を担当の助手55年にはフランスを離れスウェーデンでフランス語の講師となり60年にはクレルモンフェラン大学で心理学の准教授、まあ、ずっと心理学だったんですね最初は66年に今度は哲学の教授としてチュニジアに赴き68年にバンセヌ大学の同じく哲学の教授に任命される。 69年から教え始めるとすでにこの経歴においてフーコーは複数の講義を行っておりそのうちのいくつかはタイトルをミシェルフコー思考修正の年でで確認するることができるそれによればフーコーの講義はかなり自由でリールでは心理学の担当でありながら、まあ、あの時代が時代っていうのもありますけどいわゆる心理学ではなくカントやニーチェを講じたりしている。 いずれの講義も人気で,です、ね、多くの学生や聴,講者聴衆を集めたことが記されてはいるんですがエリボンによれば例えばそのクレルモンで心理学を教えていたときの風光は非常にこう魅力的でありながらとてもです、ねまあ、理想的な教師ではなかったといいますか、まあ、ちょっと怖い理不尽な先生だったということも書かれていましたともあれこれら50年代と60年代に風光が行ったさまざまな講義を我々は読むことはできない、まあ、今回その哲学者の講義録を読むということで。 実際、ちょっと今読めるものもあるんですが、えっとまあ、読むことはできないと我々が読むことができるのは70年代に入ってコレジド・フランスで行われた一連の講義の記録であるここでは主として風光のこのコレジド・フランスの講義録についてそれが講義としていかなる性質のものであるか我々現代の読者やあるいは当時の聴講者にとってそしてです、ね、何より風光自身にとってそのコレジド・フランスの講義がどういう意味を持つものであったのかについて述べる。 各講義の内容を詳細に論じた研究は近年すでに大部かつ貴重なものが日本で続々と刊行されているので、まあ、ここではですね繰り返しますが講義としてのい、まあ、わば何ていうか外在的な性質に改めて注目してみたい。 事実,事実に関する説明になりますがミシェル・フーコーは1970年にコレージュ・ド・フランスの教授に選任され84年に亡くなるまでそこで講義および演習を行った13回行ってますかね当時コレージュ・ド・フランスで教員は年間に26時間の教育活動を行うことが義務付けられていたがフーコーはそのうちのおよそ半分すなわち13時間を講義に充て1回につき1時間程度で例年13回前後の講義を 行っているで。残りの13時間は演習セミネールセミナーに充てられるがこのうち講義録として出版されているのは講義の部分の、まあ、演習の内容は演習はその内容については講義の用紙に、まあ、本当に短く書かれてはいるもののそこで風ーがどういう発言を行ったのかということについては、まあ、読むことはあのできません。今は。 ただし p l b l の犯罪を使った1971・72年度の演習は翌年の演習で研究の成果がまとめられフーコー自身の論考を収めて出版されています。参考までにというかほの,、ね、の皆さんにも習いましてフーコーの講義の表題と演習の内容と、まあ、同時期に刊行されたしたる著作のリストを 書いておきま私、ちょっとと書士情報があのちゃんと書いてないんですがここに書いてある講義はすべてもう刊行されています、フランスでは。日本語では、えっと、2番目の刑罰の理論と制度と、えっと、最後から4番目ぐらいの主体性と心理がまだ日本語になってないかなというところですね、えっと。次のページ行きまして一見してわかるとおり70年代に入ってから亡くなるまで、えっと、少なくともこれ一フランスの講義と著作を比べた場合、まあ、前者の方が圧倒的に豊富である。まあ あのシンプルに量の問題としてえっと著作よりもまあ,あの講義力の方が多いという安全領土人口の役者解説で高倉架霞が述べるように風ーの講義録をいわば存在しない単行本の複読本幻の単行本のプログラムとして位置づけることができるなら、まあ、純著作のようなものとして位置づけることができるなら風ーのまの著作ウーブルは講義録によってほぼ倍の量になると考えてもまあいいかなと。 事実単純にボリュームだけを見ても一冊一冊のボリュームだけを見ても講義録は著作に劣らない、えー、っとこれほど著作と拒険し得る形で交換されている講義録は、えー、まれであると言っていいんじゃないかなとりわけ最後すべ、えー、ての時間を講義に当てた81年82年度以降についてはかなり分厚い講義録になっています,、えーっと,ですね、ところで交換されている講義録について最初の2年の講義は録音が残されておらず、えーっと フーコーが講義で用いたノートが講義の走行として編集され、走、ま、行、あ、というか、原稿といいますか、趣向といいますか、として編集され、出版されているが、それ以降の講義はすべて録音から文字に起こされたものが出版されている、これがおそらく、まあ、同じコレージュ・フランスで講義を行ったベルクソン・メロポンティとあの違う点かなと思います。フーコーは講義のために、ノートやカードを準備しており、えっと、それらをもとに講義を行っています。 で講義では時に予定していたところまで話し終えないこともあったりですね、その場合は弊社の中で話されなかった部分のノートが収録さ,収録されていますえ。知恵の意思講義と刑罰の理論と制度の本文を含めノートは断片的で欠落も多くなかなかこう理解が難しい箇所が多いんですが録音から書き起こされた文章とは違って、えっと、でこの録音もですねあの実際風光の録 実際のその風コのロックオンをインターネットで聞いてみたりすると結構こうまあ書き起こす段階で分かりやすく手が入っていたりするのですがまあいずれにしてもですねそのノートの方もですねまあ読みにくいっちゃ読みにくいんですけど様々な概念やアイデアが図式的かつ可視的に表されていることがありえっとかえってシンプルな理解がまあ可能な場合もあるとまあポジティブに捉えることもできるかなと。 えっとはい。で、風ーの講義録は3つの要素から構成されています、まあ、講義録記録として見た場合すなわち講義本文、用紙そして弊社による講義の位置づけであるこのうち少なくとも当時の聴講者が読むことができたのはアコレージド・フランスの年間で発表された講義の用紙であるが、えっと、この用紙は講義録各館の共通の書言で、えー、講義の最良の紹介文とされているにもかかわらず、まあ、往々にして講義本文の内容を反映していないことがある。 反映しているときの方がむしろ弊社が珍しく反映しているよねっていうふうな指摘するぐらいですね、反映していないことが多いですね、例えば1971、72年度の刑罰の理論と制度、これはですね、まあ今年出ればいいなと思っている講義なんですけど、その講義は、そのおよそ半分が17世紀にフランスで起こった民衆の反乱。 とそれに対するる国家の抑圧を扱っているが用紙にはです、ね、そのことは一切書かれていませんで用紙っていうのは、まあ、大体講義終了後数ヶ月経って、まあ、3月くらいに終わって6月頃に書かれているんですがこれは講義の内容を要略したものというよりもむしろ風光が解雇的に講義に与えようとした新たな意味新たな研究計画の一端と解する方がまあ適切ではないかと思われます。そのため風光の講義用紙はあその年度の講義よりもえー、っと むしろ翌年の講義とのと関係をそこに見出す方が,まあ,容易なことがありますあるいは風光の講義がこれまで用紙のみによって一般に知られていたことを考えるなら本文と用紙のこのズレは講義録の観光の価値をより高めるものと考えることもできるかもしれませんまあ実際こういう講義だったと用紙と違うじゃんっていうことがあり得るとす。 最後にその抗議の位置づけは、えっと、各官の弊社がとりわけその抗議が行われた実際の状況が忘れられることによって生じかねない誤解を避けるべく付しているものだが弊社によって濃度の差があるとはいええっと、その連動の抗議が置かれているま,まさに位置づけが政治的な状況や人間関係などから流説されている。 この講義の位置づけは確かに読者の過度に恣意的な解釈を防ぐ役割を果たす一方で風ーがまよくですね自分の思想は道具のように用いてほしいとそう言っていた彼の思想の可能性を幾分か縮めてしまうように思うところもないわけではないしかしこれは風ーの思想がそれほど強力にその時代の状況いわゆるアクチュアリティに結びついていたことを示すものであり他ならぬ風ーの講義録に特徴的な偏者の解説であると言っていいのではないかなと。 で風ーの手によるものではないので,ないのですがこの講義の位置づけと、まあ、同じ弊社による詳細を極める「中」がなければ風ーの講義力はおそらく成立しないと、まあ、これおそらく風ーの講義力読む人はあのいちいちあの弊社の「中」とか読まないと思うんですけどあれは非常にですね、あのよくこんなこ,ここまで調べたなって感心するぐらい翻訳していてあのすごく詳細な「中です」です風ーの講義を読むものとして成立させその価値をひときわ高めているのは これら弊社の解説や中であると、まあ、こういったものが必要でないというような考え方もある、まあ、むしろその思想を歪めるという考え方もあると思うんですがフーコーの場合これかなり有益かなというふうに、えー、と思います。ところでコレージ・ド・フランスの講義はその他の研究教育機関における一般的な講義とどのように違うのだろうかでこれは先ほどあの藤田先生のご発表にもありましたがそれはまず教員にとっては独自の研究を発表しなければならないことすなわち毎年研究の内容を、まあ、あくまでその講義に耐えうる形で新たに しなななければならないとで裏を返せば、まあ、講義に定められた枠がないということを意味すると、まあ、我々大学日本大学よりの一般的に授業で何、まあ、か枠があってそこにこうその授業をやれる先生を、まあ、非常勤だったり専任だったりであてがっていくっていうことではなくてやっぱその人物にしかできないことをやらなければならないっていうでその都度新たに、えー、かつ自由に内容を考えることができまたそうしなければならないってなってくると これが果たしてどこまでそのい,いわゆるところの教育と両立しているのかなというのがちょっとあの疑問が生じるところです。でこれと関連してコレージュ・ド・フランスで講義を開始するにあたっては、まあ、あくまで形式的なものなんですが先ほど酒井先生の発表にもあったと思いますけど事前にこう研究計画書提出が求められるでコレージュにおける研究の計画書であると同時に、まあ、講義の計画書、まあ、授業の計画書でありどのような研究講義を行うかが前もって知らされると。 差し当たりのプログラムがこの計画書によって定められると同時にただ、新しいことをやれと毎年新しいことをやれと言われるわけですからそのプログラムを常にこう更新する形で研究より以上に講義を行うことそれもバカロレやディプロムを持った学生ではなく特定の知識を持っていると見なされるような学生ではなくてやはり不特定多数の聴衆に対して行うことが要求される。 コレジュ・フランスという場所を知る者には改めて指摘するまでもないことだがあそこでの講義はしかしそもそも教育ではないとで実際フーコー自身があの中の11に書いてますけどコレジュ・フランスは教育機関ではないというふうに言っているところもありますかといって純粋な研究でもなかろうと全くわけわからない話をしてもいいというわけでもないとちょうど述べる通りフーコーはこの2つの要求をおそらく見事に叶えているとでちょっと次の著作との関係のところを飛ばしまして5ページ6 ページをちょっとはここが一番このシンポジウムの趣旨に沿うところかなっていうところもあるんですが何書いてあるかっていうとその不ーの講義っていうのが、まあ、時間性先ほどあの藤田先生のご発表にもあった、まあ、時間性であったり時代性であったりっていうものを えー、含み込んでいるような講義であるっていのことを、ちょっとそこに書いてるんですが、少しずつ時間の関係で飛ばしまして。えっと、七ページ下の、これジ度フランス講義力の意味っていうところから、えっと、いきます。えー、まあ、最後に、講義が、風光自身にとって、どのような意味を持っていたのかについて述べたい。これジ度フランスの講義は、風光にとって、教育の場というよりも、まあ、自身の変化を。あえて言えば、まあ、切断を示す。 場でありまあ、ちょっと切断というのは言い過ぎなんですがすなわち自分がすでに以前の自分ではないことを示す場であった教育者自身にとってですね例えば風光は197980年度の講義で次のように述べている。 えっと、つまり私にとって理論的な作業とは私が身を置くさまざまな立場の相対を確定したり固定したりすることでもないしこうしたさまざまな立場の間の結合が守備一貫したものと想定され体系を形作ることにあるのでもないということです。私の問題というよりはむしろ私が自覚している理論的作業の唯一の可能性は 私がさっきいた場所にもはやいないという運動の痕跡をできるだけ明瞭な企てに沿って残していくことにあると思います。そのようなわけでこうした意向点を指摘するという大差で欲求というか必要性というか欲望が生じてしまうのです。続く箇所で風光は自身を否定神学になぞらえて否定理論家だというが自身,自身がかつて打ち立てた理論を できるだけ明瞭なてててに沿って否定していくこと理論そのものよりもその痕跡を残していくことこそ、まあ、彼の講義の目的の一つであった。したがってここからは、えっと、ちょっとあの細かい分析になるんですがあの風ー,ーにとってそして我々にとってコレージュ・ド・フランスの講義が、えっと、持つ意味を明らかにするという目的のもと彼が講義においていかに変わっていったかそれもごく短い期間にいかに以前と違う研究に着手していったかについて あるいは正確には風向がいかにしてその過去の自分を作り上げていったかについていくつかの講義をもとに確認していきたい。 言い換えるなら、抗議の本体というよりも、その接続部分、つなぎ目に注目してみたい、これができるのがコレージュ・ド・これ以上フランスの抗議の特徴なんじゃないかなというふうに思うので,で、彼の思想を統一し、貫通する単一の原理のようなものを探るのではなく、その原理が一定の区切りや切断、つなぎ目でもって成り立っているということ、そしてそれが抗議の中にあるということを示したい。 フーコーは講義においてあるいは講義の中でのみ、まあ、厳密に言うと著作にも性の,の歴史が最初のプログラム通りには全く刊行されなかったというのは有名な話なんですが、まあ、講義において自らの研究にいくつかの切断、まあ、イコールして接続を発生させているここではそのうち最も代表的かつまあよく知られている顕著と思えるものを一つ明らかにすなわち権力の問題であるそもそも権力の問題は風ーにおいてどのように生じたのか 著作だけに着目するならそれは1975年の監獄の誕生そして翌年の世の歴史第一巻、知恵の意思ですでに明確な形で定式化されて登場するしかし実際はこの2つの権力論は講義におけるいくつかのプログラムの変更を経て到達されたものに他ならないそこでまず注目したいのは1971・72年度の講義「刑罰の理論と制度」の講義用紙ですレジュメ すでに述べたようにこのまさに講義と講義のつなぎ目であるこの用紙は講義本部の内容を忠実に要約していないがそれがかえって風光が講義に自分がです、ね、自分が自分の講義にどのような意味を与えようとしたのかそれが実際にどういうものであったかは関係なくどういうふうにしようとしたのかを理解させてくれるものとなっています。 えっと、その用紙で復興は1971・72年度の講義が中世に固有の権力値・地、まあ、権力と地が相互的に強化し合う権力・地の形態である調査の分析に充てられたと述べている実際は調査が登場するこの調査という言葉も概念も登場するのは講義のほぼ最後 なのだが重要なのは養子でこの調査を中心として前年の知恵の意思講義これがあの一番最初の講義なんですがが古代の測定という、まあ、別のその知権力知の形態の 翌年の処罰社会が近代の検査というさらに別の形態の分析にそれぞれ当てられた当てられるとされていることであると、まあ、つまりプログラムがここであの書かれているんですが初年度の知恵の意思講義の冒頭にも今後の研究の計画が触れられているんですがこの2年目の刑罰の理論と制度の用紙はそれ以上にコレジオフランスにおける風ーの最初の研究講義計画書となっているように思われます。 ところでですね、講義において風ーが、まあ、あくまで講義において風ーが、権力というものをそれとしてなさすのは、初年度の知恵の意思講義において、権力と知の結びつきが登場する箇所である。しかし、そこでは、翌年の講義用紙で述べられるように、測定が権力、知の形態であるとは、まあ、明確な仕方では述べられていません。出てくるんですが、測定は。確かに講義の中心的な場所に登場するものの、 まあそこまで目立った概念ではなくて権力と地あるいは真理がその結びつきを解かれたりえ戻されたりする中で現れる、まあ、一つの形式に過ぎない、まあ、測定できるものが権力を持つというような話の中に出てくるんですがさらに翌年の刑罰の理論と制度でも調査は用紙に書かれているほど中心的な概念ではない。 えっと、調査が権力・地の形態として主体的に論じられるのはもう本当に一番最後最後終回の講義です、えっと、そこで風向は測定と調査を退避させさらに近代における検査の登場を予告することで、まあ、講義というかその走行を終えています。 おそらくこの1971年72年度の刑罰の理論と制度の最終回の講義で初めて前年の講義ではまだ明確ではなかった権力と地の相互的な強化、まあ、いわゆる権力・地の理論が形成されそれが解雇的に前年度の測定を古代における形態の一つとする。 権力は言葉としてはすでに知恵の意思講義に登場しているが刑罰の理論と制度では、えー、と昔の,その大法官、まあ、偉いあの役人さんのセギエという人がです、ね、軍と司法の権力を併せ持つ司法軍ってこのは私の訳語なんですけどもを率いてまあこうあの武装された司法といいますかを率いて反乱を抑圧するその途方もない権力が語られておりそれも純粋に抑圧的な権力として語られている講義ではそこから次第に強力かつ強制的になる司法の権力と 地の,、えっとまあの抽出イコール調査が相互に絡み合うものとして語られそこに至って初めて権力地という言葉が登場すると。 重要なのは、これ以上における風向の計画が、初年度の知恵の石の形態学のための初段点から、17世紀の国家の抑圧システムの経営学、この民衆の反乱を抑えるために、国家がどういう抑圧システムを作っていくのかっていうのを経て、やや唐突に権力、値の理論へ変わることであり、まあ、もちろん、知恵の石の知,知っていう観点から見るとつながってはいるんですが、そしてその理論の登場が、講義の最後における調査の発見に関係づけられることである。 権力値は言うまでもなくその後、聖の歴史の第一巻、知恵の意思に至るまでそして統治性の登場の後、聖者たちの統治でそこからの脱却が宣言されるまで、風光の思想を支配する理論であり70年代の風光の前でいうと最もこう安定した確実な主題として語られるがそれは実は、抗議におけるいくつかのこの曲折を経てしかし、徐々にというよりは不意に形成されているようなところがあると。 そしてここでというのはその刑罰の理論と制度の様子において風光は自身の講義のプログラムを上書きする知恵の意思の形態学のための初段編であった初年度の講義は古代における権力地の最初の形態である測定の分析へ刑罰の理論と制度はようやく最後にそれが登場したに過ぎないにもかかわらず中世の調査の分析へそして翌年の講義が規律よりも先に近代の検査の分析へそれぞれ差し向けられる。 こうしてこれ以上の講義において年度をまたぎ何より講義と養子をまたいで風ーの計画は切断と接続が同時に試みられそれが監獄の誕生や生の歴史第一巻に続く権力地の理論の礎となるさらに忘れてはならないもう一つの切断が規律権力の理論化であるこれが変化というより切断であるというのは、まあ、これもあの周知の通りなんですが失われてしまったように見えるものがあるからであると。 刑罰の理論と制度では権力は国家あるいは国家がその機能を奪い取っていく司法が担うもの国家の抑圧装置抑圧システムの、まあ、経営風といいますか。 そして登場するが、処罰社会では、権力が国家の特定の機関や組織の中に位置づけられるものではないことが明確に述べられ、よりミクロな形で作用する規律権力が登場する、必然、権力は国家による抑圧という概念、ただこの抑圧はおそらく71年、72年度の、えー、っと抗議において、これが最も重要だったんじゃないかなと思うんですが、から解放されることになり、風ーがその後、必要に権力の,この抑圧的な側面を回避し、生産的な側面を強調することは、すでに周知の通りであると。 さらに言えば、えっと、処罰の権力と結びついた規律の権力はまずは検査という一見してその権力の機能の一つに過ぎない知の形態に先んじられている。 処罰社会は前年の刑罰の理論と制度の抑圧的で大々的な権力からミクロな規律の権力へ舵を切った抗議だがこれも当初はまずは検査の分析が行われることが予定されていたところから検査をその形態の一つとするよりミクロで偏在的な処罰規律の権力の分析へと年度をまたいで計画が上書きされている研究の計画の一部を切り離し別の一部をつなぎ直すそしてそのつなぎ直した部分をし、えー、たる計画に据える わずか3年の講義における度重なる計画の切断、接続と上書きにより、まあ、70年代初期の風光の権力理論は完成していると言えるのではないかと。 その後も精神医学の権力や異常者たち社会や防衛しなければならないについても同様に大小のプログラムの変更切断上書きを明らかにできると思われますまたその晩年の講義自己と他者の統治なんかにも同じような,ようなものが見られますが最後にすでに触れた聖者た,たちの統治における権力に関するより明確かつ重要な切断について簡単に述べたい。 これ以上の講義開始からおすと10年経った197980年度のこの講義は上で述べたものよりもさらにはっきりと風ー,ーが自身の計画に区切りをつけるものであるというのもそこで風ー,ーは権力地の理論からの脱却を宣言するからである言うまでもなく重要なのは地位権力という使い古され安っぽくなってしまった主題を議論の中心から外してしまうことです。 過去数年の講義で統治に関する問題について論じ、まあ、権力から統治性という義務と規律から統治性といった方が正確かもしれませんが重心の移動を予感させていた風向はこの講義で明確に上のように述べこれに真理統治あるいは真理による統治の概念を変えるこの講義ではいわゆるアレテュルジーすなわち真理の現実化の手続き 統治にはの真理の現出が必要であるというの概念が導入されそれとともに権力が規律権力のような人々,に人々の身体にミクロかつ常時的に作用するものではなくそれを行使して統治するものという観点から捉えられそしてそこに必然的に伴う、えー、っと真理の現出化とその真理の現出化が必要とする私という要素が風光の研究の前線にりみ出る。 権力の行使に求められる真理の現実化の手続き、まあ、すなわちアレイティルジーでアレティルジーにおける一人称の指導私自身と死になることの語りの関係の歴史全体これらが197980年度に、えーえー、権力地に変わる風ーの新たな研究の対象となるさらに数年後82年のあるテクストで風ーはいよいよ ま,またも開古的に権力を研究の主題から外しそこに主体化を置こうとするが聖者たちの統治の講義は権力地と統治心理のそしてその先にある新たな主体性の理論の研究のつなぎ目にありそれらの切断・接続が行われた講義である権力と地は言葉としては放棄されずしかし地の概念を心理の概念へと練り上げていくことが一方で解かれ他方で権力はそれによって統治を行うものそして何よりそこから逃れなければならないものとして再構成される 重要なのは、すでに述べたように、フーコーがこれを明確に権力、知の理論からの脱却として語っていること、加えてその舞台の一つに、ソフォクレスのオイディプスを選んでいることである。オイディプス王は、フーコーが一番最初の講義で論じていたものなんですが、そこで最初彼は、オイディプ,プスにおける権力と知の結びつき、まだ権力、知とは言えない単なる貴族関係だと思うんですけど、あるいは真理と純粋さの関係を語っていたが、そのおよそ10年後の講義では、オイディプスのアレキルジー的読解がなされ、それは権力の行使。 統治と真理のの現実化の関係を明らかにする目的で論じられる。2つの講義をまたいで分析の形式も用いられる言葉もほぼ同じ中でマ、まあ、レキュルジーという観点だけが権力地の図式を切り離し統治・真理のそれへと結び直すことで過去の分析を上書きするそこから死体やパレーシアを主題とする晩年の研究が開始されることはあいうまでもない。 で、終わりにということで、まあ、これが言いたかったんですがあのフーコーの抗議録は、えっと、もちろんその教育的なあの意,味意義というのも探求できると思うんですけど、まあ、彼自身にとってどういうものだったかというのを考えると、まあ、自分の彼の研究がいかに過去の計画の切断、接続、上書き、更新によって進展してきたかをそれも自分自身の言葉で明確に示す資料であろうと。 で風ーの研究の進展は我々が思う以上に直線的ではなく抗議に残された理論の、まあ、彼の言う痕跡の正体がすぐ直前にあるとは限らない力権力へそして規律へと一見して段階的に進んできたかに見える最初の3年の抗議、えー、知恵の意思抗議刑罰の理論と制度処罰社会も実はその内部に多くの往復の運動を含んで行ったり帰ったりしていると抗議開始から約10年を経て今度はその成果、まあ、往復の運動から生まれた成果がさらに組み替えられると。 フレデリック・グローが言うようにフーコーが抗議で示すのは、まあ、自身の研究の成果であると同時に偶然性であり、まあ、曲折デトゥーフであると、うようと言いますか、迎えていますか、研究のこの偶然的、曲折的真剣は、えっと、これが一番痛かったんですけど、フーコーにとっておそらくコレージド・フランスでしか可能ではなく、したがって我々にとっては抗議録の中でしか読むことができない。 これ以上の教授とならなければ権力や統治性主体性の理論が形成されなかったとまでは言えないにしてもしかし他に類を見ないこの教育と研究の狭間のような場所で、えーっとまあ、無数の聴衆の期待を前に、まあ、聴衆というか、まあ、観客というかこの完璧に一方通行だと、まあ、本人が感じていた。 そういった聴衆の期待を前にふ、まあ、普段にこう新たな研究を要求されそれを13回の講義に組み替え走行に沿って話を、まあ、あるいは彼の言葉で言うと研究の公的な説明をしで終わったら用紙を書くでまた次の、えっと、講義を考えるそのような彼自身もやがて嫌気がさす状況の中でのみ風ーのこの驚異的な研究の進展は可能となったはずである。 フーコーの思想が、まあ、常にこう自分自身から身を引き離そうとする企てであったり事故からの離脱の努力であったりあったことは、まあ、論者の指摘にもありますしフーコーの言葉の中にもありますし、まあ、いろんな人がいろんなところでフーコーというのは常にこうプログラムを変えていくというふうに言ってるんですがその努力をフーコーに半ば敷いたものがあったとすればそれがやっぱりコレージュ・ド・フランスではなかっただろうかと。またこれも論者の言葉に習うならフーコーを使う論文 が著書が多くある中で彼の思考を読むことを試みようとすればやはりそのために我々が立ち返るべきはやはり、えっと「コレージド・フランス」の講義の句ではないだろうかと。講義において常にこう現在を過去にし過去を現在にするというそういうまあ切断と接続を同時にかつ繰り返しいろんなレベルで行って風光を我々が著作によって知る場所へとたどり着くと。 ミシェルフューコーの「コレージド・フランス」講義録を読むそれも著作と区別される講義として読む際にはフューコーがそれぞれの講義で何を論じたかという個々の内容のレベルに加えて彼がその都度何を変えようとしたのかという他にも,もう大小いろんなところに無数にあるそのテーマというよりはプログラムの変化のレベルで理解することが重要であり何よりそこに今他ならぬですねコレージド・フランスの講義の意味があると思われます。はい、以上です。 はい。でえっ、ー、とじゃあ,、えー、あと二人、えー、ドゥルーズに関して西川さんの発表で私が発表して質疑応答に移りたいと思いますのでそれでは西川さんよろしくお願いします。はいえっ、ー、とよろしくお願いします。音声大丈夫でしょうかね。えっ、ー、とあの私はなんていうんですかねこのこのなんあのシンポジウムに参加させていただくようなお話をいただいたときに。 えー、なぜ私なんだろうというふうに思ったんですが、えー、とよくよく考えてみますとそのドゥルーズの講義録ってまだ全然他の、えー、今日あの挙げられた哲学者4人と比べて全然翻訳されてないんですけれども、えーまあ、その中の、まあ、2つは私が翻訳に携わったということにな,なりますのでそういうことかというふうに思って、えー、お受けした次第です。でえー、と第一節とというのがそのけるとは何か っていう講義録、えー、これはあの理性ですかね、まあ、イポカーニュの学生を相手に、ドゥルーズがやった講義ですけれども、えー、それについて、なんかちょっとした分析をすると。でそれで第2節はですね、まあ、ちょっと講義録からというよりはむしろ、ドゥルーズがどういう講義をやっていたのかということを中心に話していきたいと思います。でえそれではあの原稿の方ですね、えーとまあ、今初めにの部分。 そう基本的なあの内容を話しましたので1、えー、のところから読んでいきたいと思います。ド、え、ゥ、ー、ルーズの講義録のうち現状のところ翻訳は基礎づけるとは何か、ヒューム講義、武装講義の3つのみである。えー、本当は中に落とせばよかったんですが、えー、一応教授資格試験用講義っていうのが、何、えー、だったけな、書簡とその他のテクストっていうのに収、えー、められてます。ヒ、え、ューとムの自然宗教に関する対話についてのものですが。 なんかこれは1960年代の末に国立遠隔教育センターに送られたタイプ原稿だということで実際にドゥルーズがどこか、えーまあ、アグレガシーン準備している学生にしゃべったのかどうかというのは不明ですなのでちょっとここからは一旦外しておきました。で本節では基礎づけるとは何かを参照先として教師としてのドゥルーズの姿を垣間見ることを試みたいと思います。 基礎付けるとは何かはパリのルイル・グランコでの高等師範学校準備学級向けに行われた講義ですしたがって受験を想定しての講義という性格を有していますがドゥルーズが自身の著作で論じてきたあるいは論ずることになる理論が多く含まれていますそのためこの講義はドゥルーズが自身の研究を深めるための場でもあったと見なすことができますしかし同じ論点について述べているようにしてもやはり講義と著作とでは語り方が異なっています ーまあ講義の方が親切で、不可的な情報が多い、えー、そういうふうに言えると思います。例えばですね、基礎づけるとは何かには主体という語に関して、経験論と主体性、これ1953年に出たヒューム論ですが、えー、それの内容を補足するような文言が見られます。ドゥルーズは基礎づけるとは何かの、えー、第2章第1節の冒頭で、ヒュームが主体という語を滅多に用いない、えー、と述べた後で、ヘーケルもハイデガーも同様であると付け加えてから次のように言います。 ハイデガーもヘーゲルも主体とは自らを展開することだと言っているヘーゲルは弁証法的に主体を分析する自らを展開することそれは自らを変化させていくことであるといったようにそこでは本質的なのは媒介だハイデガーが言うには主体性の本質とは超越であるここには新たな意味が込められている以前にはそれは超越している何事かの状態を意味していたがハイデガーにおいてそれは自らを超越する運動を意味する それは自らを超越しているものへと向かう運動の存在状態のことだ。ヒュームは認識するとは何かと問うている。彼はこの問いに認識するとは所与を超え出ることだと答えた。認識は調出として提示される。3人の著者,著者たちには類似点が見られるわけだと。でこの文言をです、ね、次の経験論と主体性の第5章冒頭のそれと比較してみます。 経験論の本質は主体性に関する明確な問題の中に見出されると我々は信じてきたしかしまず主体性はどのように定義されるのかと尋ねよう主体はある運動すなわち自分自身を展開する運動によってまたそうした運動として定義される自分を展開するものが主体であるそこにこそ主体性の観念に与えうる唯一の内容があるすなわち媒介超越である だが自分自身を展開する運動あるいは他のものへと生成する運動は二重の運動であるということに注目しようすなわち主体は自分を調出するそして主体を反射するという運動である、えー、まあちょっと内容を置いておきまして、えー、と基礎づけるとは何かまあ内容を置いちゃいけないのか基礎づけとは何かと経験能と主体性のどちらにおいても主体を自らを展開するものあるいはそうした運動とみなしていることに違いはありませんしかし経験能と主体性の二力部だけで えー、媒介だとか超越っていうのが意味するところを十分理解することができるでしょうか、えー、ドゥルーズが同章においてこの2つの語を主体との関連で用いている箇所は上記の人を除いて存在しません、えー、さらには同章においてはヘーゲルやハイデガーの名はただ一度として挙げられていませんそれに対して「基礎づけるとは何か」においてはドゥルーズはこの2つの語をそれぞれヘーゲルとハイデガーの哲学にひも付けて語っています、えー でちょっとこの違いについて考えてみますということで、えー、経験論と主体性におけるハイデガヘーゲルとハイデガーの名の不在は、まあ、当時のフランス哲学界の状況によると、まあ、考えることもできます、まあ、ヘーゲルとハイデガーは、まあ、フッサールを加えたいわゆる、まあ、トロアーシュ三英子の2人です、えー、哲学研究者を読者として想定した著作においては、えー、媒介だとか超越 と書けば、自ずとそれらの語を用いる哲学者が読者によって想起されるだろうから、あえて彼らの名を挙げる必要はない、まあそういうふうにデュルズは考えたのかもしれません。その一方でコー講義においては、生徒がそうした前提知識を共有していないであろうということを考慮して、より多くの説明を加えてきたのではない,ないだろうか。 フサールについても、まあ、その意識の指向性に関して意識とはすべて何者かについての意識であるという、まあ、おなじみの定義を基礎づけるとは何かでは示していますこれらのことからドゥルーズは生徒に基礎知識を授けることを意識しながらコーディナーを組み立てていた、まあ、そういう推察もできるだろうと、えーまあ、だからとはいえですねとはいえドゥルーズは教科書的な知識だけを生徒に提供していたわけではありません 最新の研究所の知見をところどころで語ってもいます。基礎づけるとは何かにおける次の文言は、まあ、それをよく示していると思って引いてきました。デカルトについてのアルキエの著書を参照しよう。アルキエによればデカルトには思想の大きな発展がある。デカルトは認識を基礎づけるには数学的な方法では十分ではなく、形事上学的な真の基礎が必要であると少しずつ気づいていったというのだ。だがアルキエが言うにはデカルトはこれ、えー すいませんデカルトはこれによってですねこれによって自らが科学について抱いていた考えを完全に覆,覆す方向へと導かれていく基礎の短期はつまり予期していなかったものを我々にもたらすのであるそうしたもののことを驚きとか失望と呼ぶことができるだろうアルティエの著作というのはこの講義が始まったのと同じ年1956年に刊行されたデカルトにおける人間の発見であろうと思われます ドゥルーズはやはりこの同年にこのデカルト論の書評を書いていますが、えーまあ、その中に同じ趣旨の文言が見られますそこでドゥルーズはデカルトは科学書として出発し基礎として利用するために彼は形事上学よりむしろ数学型の方法に虚するが次第にデカルトは形事上学的な基礎科学の基礎という観念に導かれる、えー、といった具合に歩き絵の描くデカルトの導きを整理しています またそうした探究のもたらす驚きについても諸表、まあ、内で科学こそがある意味哲学を呼び求めるのだがただし哲学が科学に差し出すのは科学が期待していたのとは全く別のものであり哲学は単に驚きから生まれるばかりではなくその帰結によって別の驚きへと導いていくと言っていますあ、まあ、こ,ういこうした考えをアルキエの著作から引き出しています、えーまあ、このデカルアルキエの著作の読解が に反映されていいるのはま明らかだと思ますであとあの同じようにですねイポリットの「論理と実像」の読解の後もこの「基礎づけると何か」という考慮力に見て取ることができますえ。ドゥルーズはヘーゲルの大論理学への参照を支持しながら開始について次のように語っています。えなぜ開始は見せかけのものなのかえなぜなら開始は絶対的な直接性として定立される何かを要請することであるからだ。 えー、媒介も無媒介も含んでいないものなど存在しないのである。えー、学,学知にとって重要なものそれは回避ないし純粋な直接性であるというよりも第一、えー、のものが最後になりその逆に最後のものが第一のものになるような絶対的に閉じられた循環をその相対が表すという事実なのである。冒、え、険、ー、部で強調した一文から段落を改めての引用というのは 論理と実存で、ヘーゲルにおける学の開始について、イポリットが論じている項においても、イポリットがヘーゲルから引いている文章です。で、講義を組み立てるのに際して、ドゥルーズがこのページを参照したことはほぼ間違いないと言えます。これらのことから、ドゥルーズは最新の研究動向の一端を生徒に示していたということがわかります。で、えっ、ー、と、まあ、こうしたことから、人付けるとは何かに見られるドゥルーズの講義の特徴、 差し、えーまあ、当たり2つ取り出すことができる、えー、と思います1つ目は著作では省略しがちな基礎的な事柄の説明がコーディにおいてなされて,されていること、えー、でこのことからは生徒の基礎的な知識の定着に寄与する、まあ、一般的な教師としての姿が浮かび上がるかと思いますえっ、ー、とまあ後でもう触れますけれどもアベセデールの中で、えー、ドゥルーズは「私は真面目な教師だったからね」みたいなことを言いながら、えー、ちゃんとあの 生徒に勉強を教えたよみたいなことを言ってますが、まあ、そういうところかなと思います、えーまあ、2つ目ですね2つ目は最新の研究動向をも生徒に紹介していることですこれは哲学に強い関心を抱いている生徒に向けて追加学習を促しているようにも思えます、えーまあ、こういうことからドゥルーズは案外親切な教師だった、まあ、そういうふうに言えるんじゃないでしょうかでえっ、ー、と まあこうした親切なドゥルーズというのは別の言い方をすれば著作に比べてより手の,手の内をさらしてくれるドゥルーズでもあります説を閉じる前にヒューム講義の冒頭での記述に少しだけ立ち入りたいと思いますそこでドゥルーズは大きく認識と実践の2つに分けられるヒューム哲学の全体の理解を試み,試みる際に採用し得る3つの解釈というのを紹介していますまず懐疑的解釈はヒュームには整合性が欠けているとするものであって あり次に伝統的解釈は認識論を重視する立場だと紹介しますそして最後に本質的なのは実践である諸々の原理が自ずと理解されることはありえない、えー、と主張するラディカルな解釈に触れてこれこそノーマン・ケンプ・スミスの解釈であると付け加えます、えー、認識論に属するとおぼしき観念の連合原理も最終的には常念論だとか道徳論で展開される実践の次元に回収されるという解釈です でえっと、ここで着目したいのはケンプ・スミスの名前が挙げられていることです、えー、ドゥルーズ自身も認識に対する実践の有意を主張する解釈、まあ、つまりケンプ・スミスと同じ解釈を採用しているように思いますが、えーまあ、それは経験の都市体制だけでなくてヒュームに関する後のいずれの論考においても維持されていますでこのケンプ・スミスの解釈は現代においてもヒューム研究に影響を与えている重要なものと思われますけれども それにもかかわらず、えー、ドゥルーズはそのヒュームロの中でその名を挙げることはただの一度もありません、えーまあ、藤田先生の発表でもあの数学者の名前は挙げられない数学者の名前がありましたけれども、まあ、それと同じようなことが、えー、起こっていますえー、とまあいくらか、まあ、もしかするとかなりと言ってもいいかもしれませんが、えー、影響を受けていると思われるはずなのにケンプ・スミスは参照先としては隠されて、えー、います このように著作には明示されていない哲学史的な影響関係を引き出すことがこれからドゥルーズ研究するにあたって他の講義力から引き出してくることができるかもしれないというところです。ここからちょっとガラリと話題変えましてドゥルーズが講義について自ら引退後に語っているんですけれどもそこから彼がどういう 講義を自分でやっていたっていうふうに言っているかあるいは教育についてどういうことを語っているかっていうのを見ていきたいと思います1987年のライプニッツについての講義を最後にドゥルーズは教団をおりますそして引退した後に彼はアベセデールや記ゴ事件に収められたインタビューにおいて自分が講義をどのように行っていたのかを語っています本節ではこの2つのインタビューを素材に講義や教育についてのドゥルーズの考え方を示していきます えー、まず準備についてということですがドゥルーズによれば教師の役割を成すのはリサーハルト本番でのひらめきである、えー、リハーサルないし準備を十分にしなければひらめきを得ることはできずひらめきの時間がなければ講義には意味がないとドゥルーズは言います彼は毎週の講義の準備に多くの時間をかけていたことが伝えられており150分の講義をほとんどメモを見ずに進めることができたハマー ちょっと私はメモなしで150分授業することできないのでこれすごいなと思うんですけれども、えーまあ、そのうちの5分か長くとも10分のひらめきの時間を得るために、まあ、そういう準備をしていた、えー、ということです、えー、じゃあ具体的にどういう準備をしていたんでしょうか、えー、デュルーズの言葉を信じるならば、まあ、相手があの伝説で増えたような理性の生徒だろうと、えーまあ、パリ第8大学の、まあ、いろんな職業の人が まあ参加していましたがその多様な学生だろうと、えー、準備の仕方は変わらなかったようです、えー、彼にとって準備とはいつでも自分のしゃべる題材にどっぷり使って、えー、その題材をお面白いと思って、えー、熱意を持ってしゃべることもできるようにまで自らの状態を高めておくこと、まあ、これが準備だと、えー、言っています教師は自分の語る内容を頭に入れて、えー、それを面白いと思っていなければならない このドゥルーズの考えというのは、まあ、ある程度の一般性を持っているように思われます、まあ、語る当人が面白いと思っていないことを、まあ、どうしてそれを聞いている人が興味深いと思えるでしょうか、まあ、哲学に限らず何かしらの触発を学生に与えたければ、まあ、教師自らが触発を促すことのできる、まあ、そういう存在になっていなければならないでしょうえ、えっと、次に講義の形式、まあ、どういうふうにやっていたかということですね えー、上で見たように、ドゥルーズは熱心ミコーディの準備をしていたし、コーディは好きだったと振り返っています。えー、反対に講演会、学会、まあ、コンフェランス、まあ、今やっているようなものですけど、これは嫌いだったといううに言っています。えーまあ、ドゥルーズの学会来お及び議論理論時代、まあ、これは割とよく知られていると思いますが、えー、その理由はあまり知られていないかもしれないです。えーまあ、彼はあの アベセデールの中で誰かと前後してしゃべらないといけないから講演会は嫌いだと言っています。え限られた時間の中で十分に理解の深ま,深まらない中で応答を繰り返さなければならない。そうした理論は、まあ、そうした類の理論は哲学にはふさわしくないとドゥルーズは考えている、えー、と言えます。まあ、ここに講演会だとか学会、そして議論を嫌うゆえがあります。それに対してえ、まあ、時間性の問題というのがあの まあこれまでの発表の中ではありましたが、より持続した時間で、それも週をまたがって行うことができる講義をドゥルーズは好んでいたということになります。そのため、ドゥルーズは講義においても質疑応答をあまり行っていません。スピノザ講義の第13回講義がガリマル社から2枚,2枚組の c d として出ていますで。そのディスク2、56分間は学生との質疑応答で占められていますけれども、 まあこうしたことが常態化していたわけではないというかまあ割と稀なんじゃないかと他の講義録を見ると思いますえむしろドゥルーズは講義を途中で遮られることを嫌っていて教室をある意味では権威的に支配しつつしゃべり続ける講義、まあ、クフマジストラル、まあ、これはあの西山先生がよりなんていうのかなあの明確な定義を後で与えてくださると思いますがこれを行っていたようですえドゥルーズは学生ないし、えー 聴衆による即座の反応や質問を促すことを目的とする講義の形式がある、まあ、そういう講義はあるんだということを認めてはいますけれども彼自身がそのモデルを採用する選択肢はない、まあ、そういうふうに言い切っていますというのもドゥルーズは学生、まあ、聴衆が1回の講義のそのばかりで理解することを求めていないからですむしろ理解することを待つことをドゥルーズは求めています それゆえ、彼にとって理想的な学生は次の週に質問する学生です。この点についてもう一度お願いしますというメモを渡されていたようですけれども、ドゥルーズはまあ後から理解する可能性にかけて待っていたそうした学生を評価しています。まあ、なんかそのメモに従って答えることはなかった。まあ、なんかこの点についてもう一度お願いしますって言われて、えー、まあそれには答えなかったけどねっていうふうにさらっと言っている場面がありますけれども、えー、まあただ、 毎週の講義を重ねる中で、えー、間接的に答えていた可能性はあるんじゃないかなというふうに、まあ、思っています。えーまあ、のその,後その、まあとが証拠というか、まあ、そういうメールじゃないかという部分ですが例えばライプニッツ講義の第18回においてバロックの定理に関し,て関して次のように言っています結果として私は戻ってきました誰かが前回私に尋ねたように私が次のように言っていたところに戻ってきました つまりバロックはそれを定義することがあまりに難しいということはないだろうと言っていたところですそして私はバロックというのは2つの階層を持った理由で2つの階層がなければならないのだとも言っていましたそして2つの階層のうちの1つは物質の折り目に差し向けられ上の階は魂の中の舌に差し向けられますまさに物質の折り目があるように魂の中に舌があるのです これはおそらく一つの解からもう一方への奇妙な循環でこれがバロックの世界を構成することになるのですとまあなんかここで説明していること自体何か難しくって解釈必要かもしれませんけれども、まあ、少なくとも繰り返し繰り返し解を重ねながらいろんな定理を与えていったということが分かるところかなと思います。 えー、ドゥルーズは著作同様講義においても、えー、形を少し変えながら同じ主題に幾度も立ち戻るすで、えー、に第10回講義でもライプニッツのモナド,モナドと2つの階層を関連づけながら、えー、バロックを規定するのにシダが重要な位置を占め,めていることを講義中で示唆しています、えー、こうした反復によって待っていた学生は理解に導かれるということがあったかもしれない、えーと でえー、と講義の理解という話ですが、まあ、これについてドゥルーズは最初から最後まで全て理解されるべきだとは思わないと言っています、えーまあ、ドゥルーズの講義には学年が何であれ参加することができたしあらゆる学科に開かれていたようですでそれどころか学生以外の人も参加していて年齢層も幅広く、まあ、職業も、えー、画家だとか音楽家、えー、あるいはまそれこそ なんか麻薬中毒者もいたよみたいなことを言っていましたがさまざまな人々が集っていましたえそのため参加者全員が理解する講義を提供することなど、まあ、無理な話でしょうえ確かに誰にも合わない講義というのはよくないが授業の全てが誰にでも当てはまることはありえない、えー、とマデルーズは言いますで、えーとまあ、150分、まあ、今115分ぐらいになっていますが150分という長丁場のため 途中で寝ている参加者もいたが各自にとって必要と思われる箇所でしっかりと聞いて自らに合うものをつかみ取っていけばよい、まあ、そういうふうにドゥルーズは言っていますドゥルーズは聴衆が多様であることを重視していますけれどもそのゆえがここになると思いますで関心を持つ人が釣りから釣りへと移り変わっていくのがまあ徐々やっている中で感じ取れるからです、えーまあ、彼はコーディを音楽のコンサートになぞらえてもいますけれども 聴衆の反応に合わせながら即興で演奏するジャズのスタイルにまあ特に似ているということができるかもしれません。でえー、とあとはまあ制度的な話になりますがこのように多様な参加者が集まることが可能だったのは、まあ、講義が行われていたのがまあバンセンヌパり第8大学であったことが関係しているでしょう、えー、ちなみにあのドゥルーズはバンセンヌに行く前イオン大学に行っていたんですけれどもあのインタビューフィルムで 番宣ンンヌについてしゃべりましょうその前リオにいましたねあもう別にどうでもいいよみたいな感じで何 <laughs> か言うことありますかありませんみたいな感じで、えー、あんまりいい思い出がなかったみたいですけど、まあ、逆に番宣ンンヌがすごい印象深かったということだと思います、えーまあ、本文に戻りますがとりわけ哲学家が知識の前進性という原則を拒否していたことはまあ大きい、まあ、そんなふうにドゥルズは言っています1年生が受ける教,教育科目として哲学がカリキュラムに組み込まれていたわけでも えーまあ、何かしら哲学入門みたいな科目を履修したものだけが、まあ、自己資格を持つ科目だったわけでもないと、えー、そこでは自由な探求が可能であったとドゥルーズは振り返るとともに、えー、大学や研究機関としての場ではなくなっていくことに対する危惧を表明しておいますで、えーまあ、ちょっと締めくくりのところですが、えー、さて最後に哲学はどう理解されるべきかという主題に関するドゥルーズの語りに耳を傾けたい まず、ドゥルーズは哲学は哲学者にも哲学を専門としない人にも等しく差し向けられるべきであること、えー、そして哲学を専門としない人に対しても内容を単純化せずに提供することを前提に置きます。えー、その上で彼は哲学には2つの聞き方がある哲学的なものと非哲学的なものだ、えー、その両方がないとダメだ、でないと哲学には何の価値もないと言います。えー、別のインタビューにおいてもドゥルーズは 講義を続けるうちに私は哲学には概念による通常の哲学的理解が必要なだけではなく非視覚体ペルセプトと変容体アフェクトによって成り立ついわゆる非哲学的理解も絶対に必要だということを理解したと述べています通常の哲学的理解というのは哲学研究者のなすようなある一つの概念の分析や、まあ、概念同士の関係の精査をもって得られる類の理解でしょう それに対して非哲学的理解というのは芸術作品を介してなされるような完成的な回路を通っての理解といえるでしょうで上で述べたようにパリ第8大学において多様な調子に恵まれたこともあってかドゥルーズは非哲学的理解を不十分なものとはみなしません逆に知的な理解に注視すると哲学のどこか重要な点を取りこぼしてしまいかねないそれゆえ非哲学的な理解も哲学を理解するために不可欠である、ま、と考えています 哲学は哲学,者人哲学者以外の人にも開かれておりだからこそドゥルーズは哲学的理解と非哲学的理解のどちらも欠かせない哲学は哲学以外のものと本来的で肯定的な関係にあると主張するのであるとで終わりにまあ大したこと言ってませんえっ、ー、とまあ大説はんていうんだろう親切なところがあったんじゃないのっていうところで、えー、むしろまあ このシンポジウムとしては第2節の方が重要かなと思います。えーまあ、教育法という観点からすると、まあ、ドゥルーズが言っていることをそのまま受け取止めるにせよそうしないにせよ、まあ、今でも無視できない秘策がまあ含まれているんじゃないかな、えー、そういうふうに思います。であとは、えー、講義資料とかになっています。えー、資料のところはあの実は藤田先生の形式 あの書いてる形式とほぼ同じなんですがそれは私が藤田先生に頂い,いたファイルをそのまま流用しているからです <laughs> ありがとうございますであとはですね、まあ、ちょっと、えー、言っておかなければならないことというと特にパリ第8大学以降の講義というのはこれもあの先ほどの風ー,ーのケースと一緒で、えー、録音の文字起こしがドゥルーズセミナーズというサイトにおいてなされています。 えー、でちょっと何て言うんですかねあのインターネットの情報だけで、えーまあ、本がないんですがそれはあのちょっと今回の発表原稿には書かなかったんですけれどもドゥルーズ自身あるいはドゥルーズの遺族がその音声資料の,その持ち残しとして 見しての出版を望んでいなかったという事情があるようです。えーとあの CD の二枚組の CD のライプニッツ講義ディのあの何て言うんだろうこう中開きのところを見るとまあそういうことが書かれています。えーまあそれはちょっとこの原稿に盛り込めなかった情報として補足して、えー、私の発表を終わらせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。講義録はじゃあ出る見込みはないという。 うーん、まああのそれこそあの、うん、もしかすると後で聞けばいいことかもしれませんけれども、うん、そのベルクソンの遺言の話と一緒かもしれないです、うんええ、まあ巧妙な手法ってどういう手法だったんだろうってちょっと興味があります、ね、はい、はいははい、じゃあ最後あの私ですね <laughs> えっとそれでは、えー、よろしくお願いしますで、えー、っと配布資料は、えー、ホームページの方に載っております,りますので、えー、そちらを取得、えー、してご覧くださいじゃあ私もあの画面の共有を、えー、します <laughs> はい で、えっ、ー、と、デリナに関する、えー、発表になります。エクリチュールの思想家による息の教育法という、えー、タイトルにしております。で、えっ、ー、と、えー、発表部分と、あとは後半にあの具体的なあの講義録の,あの、えー、テクストをあのつけ資料としてあのつけております。うん、それでは、えー、やります。 で、あとは、えっ、ー、と、シンポジウムなので、あの、レジュメと、あの、発表言語の中間のような形で、あの、えー、込み出しをつけて、あの、論点を提示し、あとの、えー、質疑応答でも分かりやすく、えー、しております。それでは、まずいきます。えー、っと、一、えー、番、デリダと教育。デリダは60年から2003年まで43年もの間、絶えず教育に携わってきました。で、えー、っと、教育に関するデリダの関わりは多岐に及ぶんですけれども、 えー、まずは教育実践教育制度に関する活動あるいは理論の探求というふうに、えーまあ、3つぐらいに分類できるんじゃないかなと思いますで教育の理論と実践を通じて、まあ、デリダは脱構築思想を練り上げてきたために教育の問いはとても重要ですサミュール・ハダードによれば、まあ、とはいえ教育はデリダの著作において最も探求されていない種内の一つのままです わずかな数の専門書しかこの論点を扱っておらず、デルタの著作に捧げられた入門的著作はにおいてもさほど議論はされず、もしくは言及されすらされていない、えー、ということですで、えーと。参考文献、こちらに今、まあ、っ、えー、とこれまでの、えー、と参考文献が上がっています。でえー、ただ、これらの、えー、と文献も、えー、少し古くなっております。 講義録が刊行されることでまた新しいあの研究の、えーとえー、が出てくることになっております。で、えー、と実際あの今年、年あのデリダと教育に関しては2冊の雑誌特集が刊行されております。1つ目,1つ目は、えー、と教育の経験です。で、えーとえー、こちらですね、えー、こちら後で見ますので割愛します。 2つ,つ目は教育制度に関する活動です。えー、デルデはこの制度にあの、えー、コミットしたことであの知られていると思います。でえー、とまずは70年代ですかねにあの、アビ改革というあの哲学に対する圧力に対して、えー、グレフを、えー、創設をして、えー展あの、活動を展開をします。 フランス国内外でこの活動を展開して、それで政府権力の哲学教育の会に対する抵抗運動を行いました。あとはソルボンヌで哲学三部会も開催をしております。83年にデリでは政府の依頼を受けて国際哲学コレージュですか、ね、を創設をしております。こちらの現在まで続いております。で初代の議長ですか、ね、にもなっております。 このときに、ね、あのド,ゥドゥルーズなんかにも声をかけたみたいなんですけども、えー、そんなことを、えー、やるもんかと、あ,のあっさり断られたということで、まあ、この辺でもやっぱりデルタが、えー、相当、制度にコミットしているあの、えー、ことが、すごくわかります。あとはいろいろ、えーですね、あの制度にもコミットしております。三番目、3番目は、理論や、えー、と理念をあの探求して、えー、そういった文章を書いていた、えー、というところがあ,のあります。 この辺は、あれですよね、フーコーが、あの、権力と地の問題を扱って、じゃあ大学論書いてるかって、そういうわけでもないし、えっ、ー、と、まあ、デリダはかなりその分量は多いです。で、その、テクスト群は、哲学への権利という、六、えー、650ページぐらいですかね、あの、タイ部の著作群、えー、に収められております。で、あの、本当に、ね、あの、哲学的大学論ですかね、の総復習という形で、まあ、これまでの、えー、いろんな哲学者を、あの、論じております。 でこれまでの哲学が、えー、円環地モデルであるとでそれがあの大学の構造に反映されている、えー、これをちょっとか考え直したいというふうな、えー、あの理,理念的な探求を行っておりますあとはユネスコでの講演であるとかあとは晩年に条件なき大学というあの人文学論もあの書いておりますで本発表では、えー、特に教育ということですから1番目の、えー、教育実践に焦点を当ててお話をします まずは講義録です。で、デリダは、えー、と2008年から講義録の出版が始まっています。印刷すると、えー、1万4000ページ分の原稿があります。全43巻に、えー、上ります。で、毎年、えー、彼はですから原稿を書いていました。毎年の原稿はグラマトロジーについてと同じぐらいの分量、えー、あります。それが43冊分あるということです。 で、晩年から遡る形で、あるいは過去の重要著作に絞って、刊観光が続けられております。日本語としても、この辺は、刊観光がなされております。で、えっと、次の作品は、艦隊1が、もうすぐ観光されます。じゃあ、講義録の観光はどんな意味があるのかです。一つ目。一つ目は、もちろん、機関著作の読み直しが行われることになります。 で、えー、デリダは研究途上にある施策を講義で披露して、その一部をさらに練り直して、講演会などで発表して再検討した後、これまで著作や論考として刊行をあのしてきました。えー、ですから、その,あの実験途上の施策、えー、過程を見ることが、えー、理解することができると思います。二つ目。二、えー、つ目は教育者デリダの技法を体感することができます。 で、えっ、ー、と、三つ目。三つ目なんですけれども、えー、これはさっきの風光とあの重なるところがありますけれども、えー、とデリダの思想の変,変,変遷や一貫性を発見することができます。で、それはあの中断されていたり、連続したり、上書きされたりするんですけれども、でこれまであのデリダ思想は初期、中期、まあ、後期といった、まあ、あの区分があの用いられてきたところはあります。 もちろんそういった時期区分は無効になるわけではないんですけれども講義録を読んでみるとさまざまなアイデアがそうした時期区分とは関係なく見出されますですのでアイデアは連続的に参照されているというふうなその連続性の広がりが見えてきますまずは講義です <laughs> えー、講義とセミネールの区別に関しても、えーえー、見ておきたいと思います。それはフランスの文脈が独特だからです。であのえー、講義、えー、セミネールという呼び方は、これは英米圏、日本、ドイツではあの、えー、一般的なんですけれども、フランスの場合、あまりセミネールという呼び方はそれほど一般的ではありません。でえー、と講義は、まあ、あの走るから由来して、えー、時間を通じた発展という意味からあの授業という意味になりました。 セミネールは、これは苗床ですね。で、えー、期限や原因。で、もともとは、あの、新学校という意味だったんですけれども、まあ、19世紀からこの言葉が世俗化されまして、それで、えー、今の、あの、えー、実習作業ですね、を表すようになりました。えー、まあ、ただ、あの、フランスではあまり一般的ではなく、この、えー、実習事業ですね。 あの今でも、ね、あの留学した方は経験すると思うんですけども CM とテーデーっていいますよね、えー、これが日本の、えー、講義と環境的な講義とセミナーに相当しますでデリナの最初の職歴なんですけれどもまずはソルボンヌ大学で助手として、えー、授業をしておりましたで任期が切れる頃国立科学研究センター s n l s で、えー、ポストが確約されていました ただ、ここで辞退をして、えー、エコール・ノールマル・シペリオールでの講師職へのさ誘いに応じましたデリタ自身は学校が大嫌いな、えー、学生だったので、えー、この保守的な母校へ、えー、はとても批判的でしたただ、えー、性の ALS で研究だけに没頭するよりも、えー、学生との教育活動に従事できる職に強く、えー、惹かれました。 風ーとは対照的ですね、えー、常にあの学生に教える現場に、えー、あえて、えー、残ったというわけです1964年にデルでは高等師範学校で講師として、えーえー、勤務をし始めましたがアグレガシアの試験対策という制約が、えー、ありました毎年あの、えー、国が告知するプログラムに即して受験対策の講義を提供していたわけです でえー、っとアグレガシオン受験用の講義とそれ以外の自分の講義例えばハイデンガー、えー、講義であるとか、まあ、そういうあの同時解雇方式をあの最初はやっておりましたただそれがあのだんだんとあの曖昧になっていくところもあります で、えー、まあ、あの、えー、フランスではセミネールという形式は一般的ではなかったんですけれども、まあ、あの、デリでは、あの、海外の事情にも多分馴染んでいたので、まあ、このセミネールという形式は、今、あの、かなりこだわりがあったようです。<laughs> 次、アグレガッション。<laughs> これは中等高,高等教育、教授資格と、まあ、えー、訳されます。で、あの、 あの、フランスの、えー、フランス哲学をや、やる、えー、方は、このやっぱりアグレガションですよね。アグレガションが何なのかっていうのは、あの、本当に考えた方がいい、あの、テーマ、制度だと思います。もう、かなり強い影響を、あの、えー、研究教育において及ぼしております。まあ、もともとは、えー、相当古い制度なんですけれども、まあ、それが、あの、現在まで、あの、続いております。 で、えー、これを、あの、えー、この資格を得るために、あの、えっ、ーえー、と、市安学校や大学では、えー、この準備学級で試験対策の講義を受けるわけですね。で、受験勉強に費やすわけです。選抜試験は2回にかけてあの行われます。 筆記、あの、試験ですね。これはバカラルやよりも、よりもはるかに厳しい試験ですよね。えー、筆記試験、一次試験は7時間の論文試験が3つですよね。自由作文、えー、指定されたテーマ、指定された、えー、哲学者。口述試験は3回ありまして、模擬授業をやらなければいけない。5時間、はい、準備してきてください。つって何も持たずに40分間模擬授業をさせられる。というふうな、まあ、大変過酷な、あの、えー、試験になっております。 で、これは国民教育省が提示するポスト数と連動していますね。今年は何人合格というのがあらかじめ国によって決まっているわけです。 ですから、まあ、確かにあのカペスが設置されて、まあ、アグレガションだけが絶対的な、あの、特権的な資格ではないんですけれども、ただ、現在もやっぱりこのプログラムは相当なプレッシャーを課していると思います。1年間かけて、そのテーマ、哲学者の学習に丸1年以上を費やします。まあ、浪人する方も多いです。 えー、なので、これが、後の研究活動の主題や方針にも影響する場合は少なくありません。また、えー、教員の方もそれに合わせて、えー、カリキュラムを組むという場合も、えー、少なくは、えーえー、ありません。これは、あの、私は、あの、えっ、ー、と、フランスの、あの、日本語教師の、えっ、ー、と、メーリングリストに入っておりますが、いつもこれで問題になるんですよね。あの、日本語殴れのアグレガシア今年は、一人とか、 大体2人か3人なんですよ。だから、これはちょっと講義しなきゃいけない。少なすぎるというふうな、えー、この制度は、あの、すごく重たい、あの、制度だと思います。で、えー、次は、えー、こういったアグレガションの主題が掲げられていたんですけれども、デリダは全く自由にあの講義の内容と展開を組み立てました。で、えー、受験用の学習を目標とするんですけれども、自分の研究成果を授業の中に密輸入をしていました。例えば、 えー、73、74年の主題は芸術というテーマでした。で、その時にデリダが行っていたのは海外における心理に相当する内容です。で、次の年は社会でしたが、えー、この時にはフランスにおける医療ロゴ、医療ローグの分析をしました。で、次の、えー、次は、えー、生と死というテーマだったんですけれども、えー、これはヘーゲル的な弁償法を誘発しかねないんだということで、この絵という接続詞をとって、 ラビラモーというタイトルで授業をしました。これは変者から聞いたんですけれども、この次の年は時間とマルセル・モースが主題に上がっていました。で、いわば彼はこの2つを省略する形で、モースといえば贈与だろうということで、贈与と時間をセットにして1つの授業を組み立てました。この節約的な効果から時間を与えるという、まあ、デリダの重要な著作の1つが誕生しました。 静止講義の、えー、初回で、デルでは堂々とこう言っています。ここ数年間、毎年、セミネールの冒頭で、皆さんのうち何人かはご存知でしょうが、自分の研究をアグレガシオンの受験対策プログラムに合わせる際に感じる自分なりの不満について説明しています。その制度にこうして、ここかしこで、初への条件下で、この制度と交渉すべく自分が取る戦略的な決断になろうとする際の不満です。 アグレガシオンのプログラムを脱構築しますと、あの、受験用の授業で言っています。<laughs> で、あの、皆さんのうち何人かというのは、これは浪人生ですから、あの、このデリダの授業のせいで、あの、受験に失敗したのかもしれませんけれども、まあ、あの、えー、初年度の学生は、まあ、驚いたんじゃないかなと思います。 で、まあ、デリダの不満、デルダは自分の不満をこう分析をしております。生産する、引用します。生産することが確信すること、変形すること、新しいものを到来させることを少なくとも意味するならば、反復者たるアグレジェ復習教師という職の名前ですね。まあ、何も生産してはならない。復習教師は諸々の形式、規範、内容を自ら反復し、学生に反復させ、再生産し、学生に再生産をさせる。引用あります。 復習教師は、まあ、熾烈な選抜試験の放仕者であって、学生らを支配的な権力の要求に従わせるものです。えー、知能再生産の体系を再体現することがその責務で、えー、知を反復することにとどまります。で、えー、そういった教育法を、まあ、記号論的な構造というふうに、まあ、彼は呼んでいます。 教育活動においては記号の助けがなければ、まあ、知識の伝達はできません。え教師は学生にもろもろの死に比えを提示して、学生の方はそれらを実践的に解釈をします。それは結局、超越論的な死に比えの真、まあ、答えですね、に結び,結びついており、まあ、それは形状学的な特徴をえ帯びていると、えー、されています。えー、っと、ちょっとお待ちください。えー、っと、 デリダはこういったあの、えーえー、あの独創的な授業をしていたんですけれども、まあ、とはいえあの学生たちの評判はよく、えー、あのかなりあの教育の効果を上げていたそうですもちろん当時のエコールノルム・シュペリオールというのはアルトセールデリダベルナル・ポートラ というもう本当にあの黄金トリオが教えていましたからあの相当な教育の成果を上げていました。デリナの学生の第一期生のナンバーワンナンバーツーはジャック・ブーブレスとレジス・ドゥブレですけれどもそれ以降も何人も優秀な学生を教育することに成功をしていました。で、まあ、こういった受験授業なんですけれども まあこれは結局、あの、新しい出来事が到来しない、まあ、再生産方式の教育で、まあ、そこにはまあ未来が欠落しているのではないか。まあ、デルダはニーチェの教育論を引いて、特にこの耳の意義にを力点を置いています。耳で教育している。一人の、先生の一人の口が多数の耳に教育を教えるというふうな まあそういう一方通行の授業になっています。まあどんなにアカデミックな授業が保障されていても、それは結局、国家の監督統制の機能が機能しているもので、え、行われているものであって、まあより一層残忍で冷酷な強制が機能しているんじゃないかとさえ、まあえ言っております。まあ、え、こちらの、えっと、え、教育論は、今の私たちにとっては一見退屈だと思います。もうアクティブラーニング、 学生の主体性、自発性というのが重視されていて、まあこういう一方通行の講義というのはもう時代遅れたというのはもう、あの、みんなが認めるの共通理解にはなっています。ただあの、先ほど、えー、デレデラが述べていたように、まあ超越論的なシニフィエに、あの、絶対的な答えというのが結局どっかにあるとするならば、まあどんなようにアクティブラーニングをしても、えー、その力というのは、 えー、あの統制力とといいいうのはどこままでも残るんじゃないかなか思います次,、えー、次は、えー、アグレガシオンの、えー、講義を担当していた70年代、まあ、デリでは、まあ、実験的なテクストを書いた、まあ、デリダ中期と呼ばれています <laughs> 68年の出来事が起こった時に、まあ、デリでは大学制度にますます距離を置くようになりました伝統的な博士論文の、えー、形で博、えー、論を書くことも、えー、最終的には諦めてしまいます、えー 指導教科のイポリトがなくなったということも、えー、あったと思います。で、えー、ただ、えー、彼は、そんな中でも教育に関しては、えーえー、誠実にあの取り組んでおりました。で、えー、下の引用で述べられるように、えー、言っているように、えー、公正忠実な仕方で読解をして、えー、読解テクストに反証を加える、えー。それはやっぱりアグレガションの授業で、 最初から最後までちゃんと読んで、それを学生に教え,る教えるというふうな、まあそういったあの姿勢を貫いていたからです。なので、まあもしかすると、えー、テクストの、えー、こういった、あの、えー、構成で忠実な読解の教育、アグレガシアンの受験対策の授業をしなきゃいけないかったからこそ、まあ彼は、どんなに自由かった、実験的なエクリチュールをや、やったといっても、 あの程度であの住んでいたのかも、えー、と言えるのかもしれません。3番目、セミネールです。<laughs> 1984年、まあ、デリダは、えー、社会科学高等研究員に移籍をして、それからは自分の主導権でセミネールを自由に開くことになります。<laughs> 授業は、えー 毎週、あの、水曜日の5時から7時まで、帝国通りに、あの、行われておりました。あの、階段教室はいつも超満員です。とりわけ、あの、風呂がなくなり、え、まあ、あの、ドゥルーズがなくなり、え、という、そのたんびに、あの、聴衆は、あの、膨れ上がっていったそうです。で、まあ、本当に、あの、30分前には座らないと席に座れず、あの、下、地べたに座るというふうな状況でした。 授業は公開セミネールと限定セミネールで行われていました。で、えっ、ー、と、限定の方は博士課程、指導学生のとか、えー、研究発表するんだったら参加できるという形で、まあ、少人数で行われておりました。えー、晩年は、定年してからはこちらがなくなります。あとは質疑応答ですね。えー、これも、あの、えー、あの今日重要なテーマですね。質問をどうするのかです、ね。あの、デリダは質問の会をちゃんと作って、 えー、次々と繰り出される質問に対して、えー、誠実に応答していたと思います。リズムのトーンと実験。で、デレデ自身はこういうふうに言っています。二、えー、つのやり方。一つは、知を伝達して、学生たちの手助けをすること。二つ目、二、えー、つ目は目的は同じなんだけれども、一回ごとの授業を一つの劇場として、 えー、観客の度肝を抜くような鈴木脚を用意するという、そういうちょっと、あの、浮ついた意味ではありません。授業で取り上げる、等の論理や伝統に還元できない時間へと変えていくこと、というのが、えー、この二重の教育法です。授業中、教師は参照テクストをめぐって、一方では、もちろん、分かりやすく解釈を行います。他方で文脈に沿って、あるいは離れて、批判的な考察を加えて、まあ、今日ならではの問題を引き出す。 まあ、例えば、ヘーゲルを読解するときに、まあ、ヘーゲルの読み方を丁寧に教えて、まあ、そうじゃない読み方を加えていくようなやり方だと思います。まあ、これはの普通の授業で、まあ、そう、えー、する事例は多いと思います。で、えー、っと、まああの、デリダ自身の、えーあ、ちょっと待ちください。 えー、実践が独特なのは、この劇場とするその手法です。授業を劇場とするその手法じゃないかなと思います。次の引用、重要なので全部読みます。40年以上私は最初から最後の言葉に至るまで自分が教える内容を文章に書いてきました。あらかじめトーンやリズムやトーンを実験しておいて、えー、大教室では即興の振りをしながらこれに声を含むのです。 決して私は沈黙したまま文章を書きません。自分の声に耳を傾ける、あるいは別の声、一つ以上の声による口実を聞き取るのです。それはいわば発音された声、息、トーンの変化を演出し、舞踏させ、その舞台装置を整えることです。<coughs> というふうな、えっ、ー、と、えー、ことをあの言っております。で、えー、データはあの夏のバカンスの間、えー、あるいは、えっ、ー、と、 え、授業と、え、授業の間の一週間で、ま、講義用の原稿を、あの、準備したというふうに、え、言われております。え、ま、こういったことは、ま、フランスでは、あの、そんなに、あの、珍しいことでは、あの、ありません。講義用の、あの、原稿を準備をして、それは後々、え、あの、著作として出版をする。私が留学するときには、あの、カトリーヌ・シャリエさんが、あの、そういうふうなことをやっていて、ま、これは授業を受けた、あの、学生としてはとても嬉しいです。え、自分が受けた授業が、ちゃんと本になるっていうことですから。 で、えー、っと、ただ、デリダの場合、口頭で読み上げることを予測しながら、原稿が準備されている点が独特ではないかなと思います。講義録、えー、獣と主権者の1、えー、では、えー、助言にこういうふうに編集方針が書いてあります。これも重要です。どのような場合でも、我々の第一の目的は、話されるべく、ジャック・デリダによって書かれた通りに、セミネールのテクストを提示することである。 観光された講義録を読むと、デリダが教室で即興的に語ったこと、変者が後で音声データをもとに過失したように見える表現があるんですけれども、実はデリダ自身が事前に原稿中にあの書いていた、えー、ものでした。これはあの私もあの実は最近あのなんか気づいたんですがあの、自分で講義録を翻訳しと,しときながら、えー、ちょっとあんまり聞 意識していませんでした。つまり、講義では、 あの、今日はもう、あの、遅くなりましたので、えー、また来、えー、次回にします。それでは皆さんまた新年にお会いしましょうとか、えー、これは、あの、この前言ったことですが、とか、これは後で触れることですが、とか、まあ、こういったことは、あの、我々も授業やっていて、その都度即興的に喋るじゃないですか。だから、えー、そういった表現は全部、あの、テープ起こしだと思っていたんですね現。現場で言っていたことで、後からなんか変者が付け足したライブ感のある表現だと思っていたんです。 で、イメックで実際私は、あの、走行を見てみて、本当に書いてあると。そういった、あの、教室でやるようなナレーティングが、もう全部あらかじめ書いてあるっていうことに、あの、ちょっと、あの、驚きました。いくつかの特徴を、えー、え列挙しておきます。まずは演技指導です。デレナの原稿には、演出者の目線で、様々な演技指導が記されています。版書、朗読、 仲介コメントすること、即興でコメント、それぞれの語をコメント、強調する、繰り返す、翻訳、展開、えー、沈黙とか、長い沈黙、かなりゆっくり読めとか、えー、再開するとか、まあそういった細かく、えー、演技指導がなされています。舞台役者のデリダがいかに演技するのかをあらかじめ予測して、シナリオ作者のデリダが数日、えー、数ヶ月前に演出法を記載しておくのです。 通常の授業と比べれば、ここには、デレナの言葉ですが、ジャンルの掟き手とアカデミズの掟き手に関する、対する演劇的な審判行為さえ感じられます。自分を操り人形に見立てて、未来で、教室で講じる未来の自分をあらかじめ脚色、脚色しているのです。デレナの講義には慣れるまで独特の読みにくさがあります。もちろん、死後に刊行されているので、本人が手直していないので、いろんな不備があるからです。 えー、デルダの伝記を書いたブドア・ペータースも実際こう言っています。引用します。講議力を読んだ最初、苛立ちばかりが募っていた。あまりに大きな脱線、あまりの右を曲折、永遠に先延ばしされる議論。話がだらだら長引いて堂々巡りで先に進めないという印象を持っていた。でも少しずつ熱中してきた。彼のリズムに順応してきた。晩年のセミナイルにおける奇妙なセレベネのような作法や規則を受け入れて、受け入れているのだ。 まるで理論的な連続ドラマのようだというふうに感想を言っています、まあ、デリナの講義録は読みにくいんですけれども慣れてくれば連続ドラマのように感じられ引き込まれるところもありますもちろん、えー、と講義が続いているということは、えー、他のあらゆる授業に当てはまりますから、えー、ものだと思いますただデリナの場合は、えー、いろんな、まあ、工夫がちょっとなされているところはあります、まあ、随所にナ,ナレーションが入っていて えー、その伏線がもうだんだんと回収をされていきます。えー、この点は再論します。後にわかるでしょう。再び議論します。という表現は相当あの、たくさん入っています。獣の主権者第1回では、まあ、フブニールのこういったあの表現は10回ぐらいありました。で、えーまあ、こういったあの議論展開を示唆することで、えー、聴衆の興味関心が持続をしていくことになります。他方。じゃあ、続きます。 そのようにあの、えー、と連続講義として時間が引き延ばされるんですけども他方で時間は縮約されることもあります時間がないからというので、えー、唐突にあの、えー、節約されたり、まあ、ここのところは自分で読んでおいてくださいとか、まあ、デリナの過去の著作を、まあ、読んでおいてくださいというふうに時間が節約されますで、えー、とデリナの講義は、まあえー、迂回や打線が多くて で、えー、っと、直線的な、えー、論証手続きを踏まえて、えー、目的論的に議論が進展するわけではありません。えー、その年度の、えー、途中で、最終回で、えー、一定、一定の結論が示せれるわけではありません。むしろ、問いが、螺旋状に広がったまま、えー、授業の最後を迎える印象さえあります。まあ、これは、あの、デリダの表現では、あの、デスティネホースとか、 まあ、サイエンとといいった、えー、スタイルの,あの授業を体現しているところがあります次はアクチャリティですで、えー、デリナの講義は毎年テーマが掲げられていましたで、えー、それに加えてさまざまなアクチャリティもた,たびたび参照されて、まあ、議論に立体感を与えました下、まあ、に与えるようなその都度その都度時事的なネタがあの盛り込まれた、えー、わけです あるいは、えっ、ー、と、何らかの社会問題に対して、あの、授業の冒頭で、こういう問題があるから、署名を回しますと、署名さえ回すことさえありました。この授業の、えー、実践とアクチャリティというのは、まあ、どういうふうな、えー、と関係に、えー、あるんでしょうか。まあ、私たちもそうだと思うんですけれども、えー、授業で扱う主題と、今の目の前の同時代的なトピック、これを扱,扱えると、扱うと、アクチャルな教育に、 なるんでしょうか、まあ、私もあの福島の後にカタストロフィーとかあるいはえパンデミックのっ、えー、とにウイルスパンデミックの,えあの演習とか、まあ、そういうふうにアクチャルな問題をあの自分の授業にあの組み込んできました。で、えーまあ えとデリダの、えー、論じた主題なんですけれども、それは単にその時代だけじゃなくて、まあ、後にアクシャルな主題として、なんか回帰してくることも、まあ、ある、えー、そういった幅が、えー、あったんじゃないかなと思っています。例えば艦隊は当時のサンパピエにも関係している問題でしたけれども、えーあのえー、近年でもあの、えー、難民の問題が授与されたときに、まあ、デリダの艦隊論というのが、まあ、参照され、批判され、 ここから先にどう、どう進めればいいのかという指標になったりしました。えー、ですから、ほとんど同時代的に思考する、まあ、教育するというのは、どういうことかなと思います。ジャーナリスティックにただ単に目の前の時事分析をすればいいわけでもなく、人文学の教育というのは違います。その時間性にはやっぱり厚みがあります。 で、えっ、ー、と、目の前のアクチャリティを、えー、論じる上で、まあ、どの程度の,その広がりを持たせておくのか。まあ、デリダは、えーまあ、時間をかけてください。しかし、急いでください。というふうに言っているんですけれども、まあ、そのほとんど同時代的というあの、えー、時間性は何なのかと考えさせられます。次は、様、え、々、ー、な主語なんですけれども、まあ、原稿の中では、ぬ、えーまあ、とか銃が使われて、えー、あらかじめ、えー 講義を行う自分の姿が想定されています。受、えー、の役割なんですけれども、まあ、司会役でもあるし、あとは指示を出す私でもあります。また、教師の立場を、えー、緩和して参加者の同意を確認することもあります。あるいは、えー、個人的な経験を語る場合もあります。で、現、え、行、ー、では、ぬ、えー、とふ、おん、えーえー、が適宜用いられています。 であらかじめ未来の聴衆が想定されて呼びかけられていますあるいは、えー、と聴衆と一緒に議論を進めている共同体の効果がありますあるいは年をまたいで出席している聴衆の、えー、に対して呼びかけることもあります、まあ、このように主語を事前に講義言語で書き分けておく効果というのは、まあ、どういったものかであらかじめ聴衆が対話者として試作過程にサインをしているというふうなフィクション的な効果が生まれている 原稿の署名者デリダだけが発話者、私を所有することなく、様々な視点からの呼びかけによってしばしば置き換わっているのではないか。次は、息と言葉。で、えー、とまあ、デリダが、まあ、テクストに声を吹き込むと言っているんですけれども、まあ,あの様々なレベルがあると思います。息、声、言葉、えー、グラフィック。 ンンスククリリプションエクリチュールなどなどどです、まあ、グラマトロジーではそういったさまざまな、えー、グラデーションですかね、息からエクリチュールまでのグラデーションに、えーがあのえー、注意が払われていると思います。えー、飛ばしまして、ここから言いきます。でこの言葉と息の関係に関しては、えー、アルト論ロン、吹き込まれ、かすめ取られる言葉というのが、えー、あります。であの アルトの残酷演劇におけるスフレの重要性に注目着目した、えー、テクストになります。<laughs> でえーっとえー、このテクスト、ですかね、えーっとまあ、私のささやかなオリジナリティがあるとするならばこのアルトーの演劇論とデリダの教育法をつなげてあの関連づけて読むことができるんじゃないかということです。 スフレには二重の意味があります。一方では、奪い取られる、取り上げられるという意味があります。言葉は盗み取られます。言葉は意味を持っている以上、伝達すると、まあ、誰かに届いて、その人のものになってしまいます。盗みが盗みとなるのは、共通に了解された一定の言説を通じて、その対象が意味と価値を得ている場合です。それゆえ、盗みとは常に言葉、テクスト、痕跡を盗むことです。なので、盗みの一種ではなくて、 言葉をかすめ取ることは盗みの基本的な構造とさえデリダは言っています。他方でスフレには息を吹きかけるという意味があります。デリダはプロンプター、これはスフレーというフランス語ですが、この例はわかりやすいと思います。プロンプターはあの観客に見えない場所から舞台上の俳優にセリフを伝えて、えー、きっかけを与えるような、まあ、そういう人ですね。 えーまあ、現在ではあの、プロンプターはもうあの透明なスクリーンですよねあの。目の前に文字が出て、それを読めばいいというふうな、まあ、そういうあの機械にあのなっているのが一般的です。で、えー、ある役者は、ある他の声から吹き込まれることで書かれたテクストを再現することができます。で、えー、アルトはさらに、えー、この仕掛けが吹き飛ばされることも、えー願,っあのえー、願っていました。 で、えー、と舞台上の私はこのスフレの二重の動きの狭間にあります。プロン,パプ,ロンプターによって息が含まれることで書かれたテクスト、脚本が蘇みるもののその言葉は意味の受け手によってその都度、えー、奪い取られていきますで。これが、えー、無,力無能力、アンプ・ブワールの主題に関係しているのではないか。 言葉の不在ではなく、言葉の根本的な無責任性であり、えー、言葉の能力の及び起源としての無責任性。私が自分と関わりを持つのは、ある言葉のエーテルの中でだが、この言葉は常に私からかすめ取られ、吹き込まれ、そして、えー、その言葉が私を関わらせる、まさに等のものを、その言葉は私から、えー、摂取してしまう。で、えーと、この無能力とか無責任性ですかね。で、えー、これに関しては、えー、私たちは、 えー、最悪のの事例を、えー、毎日あの目の当たりにしています、えー、首相は私たちの首相はこのプロンプター通りに与えられた原稿通りにしゃべりそして何かわからないことがあったら事務官僚に「今どういうこと?」って聞いて、えー、プロンプターが言われる通りにしゃべるその言葉は当たり障りのない言葉であり自分の体を通していないので簡単に、えー、聞き手にかすめ取られるまあどうせそんなもんでしょという伝達です。 これがこの無能力とか無責任の滑稽、まあ、であの最悪な事例かもしれません最悪の事例と言いましたけれども私たちもまた、まあ、こういったことを教育では、まあ、やっているんじゃないでしょうか、えー、用意された原稿レジメに、えー、を元に息を吹き込まれてそれを分かりやすく、えー、学生に伝えるという意味であれば、まあ、私たちも、えー、こういったことを、まあ、やっているわけですよね はい、それが別に悪いことじゃないんですけどねアルトに関するデリダの議論は言葉の接種、えー、以前に肉体の接種が、えー、生じていることなどなど、まあ、そういった議論が展開されていって、まあ、その先に進んでいくんですけどもここでは控えておきます息は魂と身体だけでなくテキストと読者脚本と聴衆の分離と連関を知り続けますで、まあ、これをあのデリダの教育法に当てはめることは、えー、認めることはできるでしょうか デリダはあらかじめテクストをその異なるリズムとトーンを考慮しながら書き上げます。で、授業中それを読み上げて、まあ、新しい何かを到来させようと試みることにします。で、即興的な語りに聞こえる授業中のコメントも、原稿のオリジナル性に二次的に付加された自己説明じゃなくて、すでにあの反復実験されたあの、練習された多様な振り付けの一種に過ぎません。 でえーまあ、あのデリダは、えー、の理論では真、まあ、新しく到来するあの出来事というのはこれは常にあの反復の結果でしかないので、えーまあ、そういった反復されるからこそ新しいものが到来するというふうなあの実践をここに見ることができる,かできると思います。引用です教育と署名教育者と署名者の間にはおそらく弁償法的な矛盾以上の両立不可能性がある。 思考するに任せることと署名されるに任せること。この二つの操作はおそらく、えー、どんな場合にも一致することはない。これが、えー、グラの冒頭の文章です。で、えー、と、えー、飛ばしまして、で、デリダのやり方は知識や技能を得得するべく自己形成を学習者に促すという教育法ではありません。 また師匠が過去の選達の思想を批判しつつその方法を伝授する権威的な方法でもありませんそもそも教師デリラの立ち位置がすでに分散して自らに別の息が吹き込まれるチャンスが到来するがままに任せることでさまざ、あ、まなリズムとトーンが共鳴する場を作り出すことに取って変わっています完成者 完成しした先生の姿に一致しない、まあ、そういったあの、えー、教師と学習者が共に、まあ、他者を媒介するようにいざなわれるこうした教育をデリダはエテロディタクティック、えーまあ、他者教育と呼んだのではないかこれはオートディダクト独学というフランス語をもじった造語です。 で、えっ、ー、と、えー、生と死の狭間の他者教育であるとか、えー、最後のインタビューなんですけれども、えー、次のところです。私が私の本を残すとき、私は出現しつつ消滅していく、決して生きることを学ばないであろう、教育不能の,あの亡霊のようなものになる、という、えー、こと表現をしています。これは中の44番で、アルトの演技、えーえー、論ですかね。アルトの演技論にも、 えー、決してあの完成することがない、えー、造形的な亡霊というふうな表現がありまして、えー、そこともあの響き合うところがあるんじゃないかなと,と、えー、思いました一人で生きることを学び終えることがない限りにおいてこの教育不可能な亡霊が教師と学習者人弟子に取り付く、えー、生徒死の淵でこうした他者による教育の試練にさらされること これが、クーリシオリに異なるトーンとリズムで息を吹き込むことで、まあ、デリダが試み続けた教育実践でした。あとは事例なんですけれども、えー、すいません、簡単に、えー、さっと見ておきたいと思います。えー、偽証と許しですね。ここでは、冒頭であのパルドンというセリフがあの変装されていきます。パルドン、すいません、a えー、すみません。次はメルシーという言葉が第2回で加わっていく。 で3番では第3回ではまた違った表現第7巻では順目エクスキューズというのでパルドンとエクスキューズ許しと弁解の問題が加わっていく、えー、次は悪の問題が加わっていくというふうな形で、まあ、問いがどんどんじゅ重層化されていきます犠牲というし2回目では、まあ、演劇的な演出がかなり露骨になっていきますで登場人物と呼ばれます で死刑の1回目の冒頭は、えー、人類にあてられる信託の声のようなセリフから、えー、始まりますで、えー、時間が夜明けと言われるんですけどもしかしあの始めるふりをするというふうなフィクション的な始まりが想定されます、えー、死刑にでも演劇風の登場人物紹介が行われます獣と主権者第1回、えー、ですけれども、まあ、こちらもあの斬新なセリフ回しいきなりラ・ル・ というつぶやきであの始まります。で、えー、っと、次は、えー、第1回。えー、で、えーっと、この主題、ラベ b トルス r ハンというあのこの主題も次第にあの変装をされていきます。2回目は何と誰の問い <coughs>。次、あ、これ第3回ですね。えー、性的差異の問題。次は物の問題。えー、次は、えー、愚かさの問題。次はマリオネットの問題。 次は、えー、生き物の問題というふうに、まあ、主題があのどんどん変装をされていきます。生き物の主権者」これが最後のセミネールですけれども、えーまあ、ここでもあのいきなり私は一人だとつぶやき始めてどうやらこれが無人島のロビンソン・クルーソーの境遇であるということがだんだんと明らかになってじゃあ、えー、無人島を離れて大陸ヨーロッパ大陸へと戻りましょうハイデガーにということでこの2つが比較分析されるという意外な組み合わせになります。 じゃあ、えっ、ー、と、はい、えー、ありがとうございます。すみません、私が一番長くしゃべりました。ごめんなさい。じゃあ、えーとえー、っと、えー、議論、もうちょっと入りたいと思いますが、えー、ちょっとカメラをセッティングできそうですね。あ、上がってますよ。えっと、はい、長坂さん、はい。ご自分で解除して。 はい、非常にあの長い時間でしたが非常に面白くあく聞かせていただきました。であのまあ、あのフランスのはいあ、大丈夫ですか、はいま、あのフランス哲学の、まあ、講義の様子というのは、まあ、あのいろいろお聞きした限りまり、あ、一方向性でも私自身もそういう経験を持っているわけですが。 まあ西山さんもおっしゃったように、あの現在はそのまあアクティブラーニングということが盛んに言われてまして、その双方向の授業であるとか、まあ、そういうことが言われているわけですでまあ私自身も EMI というのを <laughs> あのやっていまして、要するにまああのいかに教えないか、いかに教えずに、教える内容をいかに減らすか、そしていかに学生自身に考えさせるかというようなことをまあ重視するというような。 のがまあ今日の風潮といいますか、あのそういうものだと思うんですが、まあその中でこの、あえてこのまあフランスのこのまあ一方向の講義の仕方、ブルーズもそうですし、その八幡さんが発表されたブルーですかにおいてもそうですし、あ,あと風ーの場合ですかね、あすみません。八幡さんはフーコーです。風の場合はの、そのまあ、えっ、ー、と、彼自身は、あの まあ、一方的でないことを望んでいたが、実際には一方的であったというようなことですねあの、そういったものの可能性というものをちょっとあの非常に考えてみたい、まあ、その意味でもすごく面白かったですね。で、あのただ、その風ーのあの例えば、ご発表では、まあ、いかにあの教えてはならないあの教、教えるのではないのだというようなことをおっしゃったと思うんですよね。 まあ、そういった意味ではあのあ、例えば5ページですかね、あの教え、音声にもという言葉を、まあ、拒否するというようなことが書いてあって、まあ、そうすると、いわゆるその、まあ、あの現,現在の、まあ、主流のですねあの、いかに教えずに、まあ、イニシエーティションをするかという、まあ、英語圏でも哲学教育に割と近いような要素も見いだされるんですが、まあ、他方で、あの 実際にはフーコーが1、まあ、人でしゃべるような授業だったということで、まあ、そ,のその一方向性の授業でありながら、まあ、あの聴衆を引きつけるという、その、まあ、可能性というものをすごくあの今回感じたんですが、どういあの実際の、まあ、今の日本の大学においては、その英語圏の哲学教育のような、まあ、P4C とか、フィロソフィー i チュー e n とかあの、そういったものが、まあ、主流。 まあ歓迎されてるんじゃないかそしてその方が、まあ、教員としても学生の,、まあ、あの参加度とかですね、まあ、人気を上げることができるというか、まあ、教員もそういう方向にどんどん行っているとディスカッションをの時間を多く取りそしてなるべくコンテンツを減らすというような、まあ、その中でちょっとアンチテーズのような形で今日の,あの,ご,あのご話はすごく面白かったんですがどういった形で、まあ、そういったあの一方 この講義で。ある。教育っていうものの可能性があるとお考えですか、どなたでもいいんですが。はい。はい、はい、あ、えっ、ー、と、じゃあ、八幡です。えっと、まあ、風向は確かにです、ね、その教育という言葉を拒否あたか。えっと、教育という言葉を拒否しっていうふうに書いてあって、まあ、これどこまで信じるかというところはあると思うんですが。ただ、コレ以上フランスの授業はやっぱり完全に一方向で。 もう人数が膨大な量の人数がいてそこでただあの全員が全員風ー,ーの話を聞きたいと思ってまあ、目をキラキラさせながらこっちを見てるとただこういう状況が今の大学で我々が授業する時にそんな幸せな状況に陥ることはま,あまずないと思うんですがコレージ上フランスが特殊なのはやっぱりみんなまあその人の話を聞きたいって言ってきてて試験もないし単位もないし義務は一切ないんですよね。けどみんなその人の人話を聞きたいって,言って 言っててるんだけど完全に一一方向であってその応答が一切フーコーはそれを非常にまあ残念がっていて何か質問してくれないかなと思うんだけど、まあ、ほとんどでないちょっと晩年にちょっと出てその質問に答えてるっていうのが講義録の中にあるんですが、まあ、ほぼないといとうですから、まあ、今ちょっと長坂さんの質問にお答えすると、まあ、ちょっとこのコレージュ・フランスっていう場所がかなり特殊でそ,のそこで教員が何かをやるきまあそもそもその教育っていうものをどういうふうに定義するのかっていうところになると思うんですけど。 とフランスがそもそもその教育をする場所だったのかどうかっていうのがちょっと微妙なところかなと、まあ、普通大学でその大学の先生が話をしてその大学の先生のその話を聞きたいって言って人がガーッと集まるっていうようなことはまあ絶対ないとは言いませんけどもほとんどない。 かなとという,うところもあるので、まあ、今の,その日本の大学において一方向的な双方向性を完全に無視した形での授業をまあうまくやるというようなことを考えたときに、まあ、コレージ・ド・フランスの風向の講義がそこまでちょっと参考になるかは私はなかなかちょっと難しい,いやあの私が何かを言うのがあのちょっと難しいかなというようなあのまあ風ーと同じような講義すればまあ可能性はありますけどそれにはまず自分が風向のような人気者にならないといけないかなという,うところもあるので、えー、っとちょっとなかなか難しいかなと思います、はい。私とはちょっと 以上,以上で。そ、はい、うん、双方向的な、ね、あの話あの授業をやりたかったドゥルーズはあの、そういう環境にいたのにいやあのわざとやらなかったっ。とにかくドゥルーズはですね、そ方向的なのが嫌ってたんですよ嫌い,いだけども、ええ、常にそういう狭い空間で、ええ、いつでも質問できるような人、ね、たちなので、ええね、でもそれはちょっと一切拒否していたっていうんです。 あの割と剣もほろロ,ロな回答というかなんかあの答えてるんだけどいつの間にか自分のしゃべりたい話題にシフトしていってでそれで何て言うんですかねあの一応私中の何番かでえっとカウントか大体こんな感じの時間で答えてるってやりましたけどあれもカウントの仕方によってはもっと短くもなりもっと長くもなるかもしれませんけど何て言うんですかねやっぱりなんかこう 安倍の映像を見る限りだと本当になんか途中で遮られるのが嫌だ、ね、えー、そういう感じでしたからねまあそれは分からなくもないんですけれども <laughs> 個人的にははい、うん、ありますえっと今あのその「剣もほろろ」っていうこともそうなんですけどあのなんかこう優しいそうな答えてそうな人だから ななんんか教育がででできててるっいいうことでもないと思うとも思すよねだからそのなんかしすごいうんうんって言って聞いてあげてそれでなんか一生懸命答えてあげてるからなんかこう教育が達成されてるって、まあ、今のね基準で言えばなんとなくそういうふうになるかもしれないけど多分県もほろろであったとしてもなんかそこからこう受け取ってるものって多分やっぱりあるでそれがやっぱりその偉大な哲学者たちのやっぱりすごいところっていうか。 だからあの一方向性の授業かそうじゃないかっていうのもかなり、なんていうかまあ要するにつまんない双方向性の授業っていうのもあるわけでえ学,生学生たちにいくら喋らせようがいくら考えさせようがあのだから何な,なんだっていうこともあるわけですよね。 確かにいやいやそれはあのもちろん次回も込めてですよ次回も込めて <laughs> あのブーメンさって <laughs> いやいやだからあのいやそ,れいやそれはだから僕たちはあの逆にもうちょっとその哲学者のそのそれぞれの立場からもうちょっと深めてそれこそまあ別に政府に言うとかじゃないけどもその双方向性 だからって言って教育の質が担保されるとは限らないっていうようなことは言ってもいいと思うしそのもちろんじゃあ逆に一方向性だからいいのかっていうのもだからそこがちょっとね議論のなんかこう対立項目として一方向性なのか双方向性なのかっていうのは本当は偽の問題なんじゃないかっていうことは多分こうえ言ってもいいのかなっていう気はするんですよね。はい以上です 堺さんが、ね、言っている所作的な意味っていうねあの振る舞いで学ぶこともありますから黙って何かをね語る姿勢から、うん、感じ取るっていうこともねねありますすよ、ねうん、なるほどそうです <laughs>、えっと、メルロコンティー的な立場からするとおそらくそのこ例えば子ども同士とか学生同士で考えさせるっていうことは停滞を招くっていうふうに考えると思うんですね。うんうん、そういういことを 行っっててる箇所があってでやっぱりその訳がわからない身振りでもそれをに追いついていくというか、うん、なんかそういった感じの学習を何ていうか重要視しているように思うので、うん、まあそれはある種の一方法的な授業なのかもしれないと思います。うん、何か質問あったらどんどん なかっったちょっと私一つ思ったことあの私ちょっと一つ、まあ、質問じゃないんですけど西川さんの話を聞いててあと西山先生の話を聞いててあのその、えっと、講義におけるひらめきとか、うん、即興性の問題これはね多分ドゥルーズとフーコーは、まあ、仲良かったと思うんですけど、まあ、多分真逆で。 えー、はねねおそらく即興的ななことをほぼやってないんですよ、ねうん、あのもう原稿を作っていて、まあ、その原稿を読むだけじゃないんですけど基本的には本当にその通りにやって実際その講義録の書言にはその即興的なところを一切許さないみたいなことが書いてあると。うん、でもなんかいい例えだと思うんですけどその書源のところに、えっと、もう手紙を最後まで書ききったんだけどまだ 言いたいいたたことがくくくさんんあるくらいこう詰め込んで,いくでそれはでも即興じゃなくて全部その準備してきたものをっていうでその,、まあ、あの講義をまあ劇場とかコンサートとかにするっていうような、まあ、一方でその講義の考え方とおそらく風ー,ーはまは逆だったんじゃないかなっていうのがちょっと違うかなで、まあ、フーコーはまあ,ある意味ででも風ー,ーの講義,講義はえっとそのまあ劇場みたいになっててつまり風光っていう役者が一人でなんか演じてて周りは全部観客みたいな感じになってるのをフーコーはまあ嫌がっていた ですけどだからある意味で風ー,ーはその、まあ、劇場的な。 感じに自分のの講義ががなってるのを嫌がってていいるを嫌でも他方でその即興とか、まあ、ひらめきっていったものをほとんど許さないような形で講義を作っていたっていうのが、まあ、おそらくドゥルーズの講義なんかとのちょっと違いなのかなっていうで、まあ、講義、まあ、一般的に考えてその我々の講義でもひらめきとか即興性っていったもの、まあ、講義の準備の問題だと思うんですけどそういったものをまあどういうふうに考えるのかなっていうのがその西川先生の発表をちょっと聞きながら思ってう。 思いました。はい。ちょっと質問というよりはあのコメントなんですけど。それコレージュフランスだからなんですか。<う>ちゃんと完成した世界で最新最新のオリジナルな成果を発たす披露しないといけないから。どうなんでしょうね。うううまあまああのまああるいはそのロランバルトがやっぱりフルコレージュフランスで抗議録やってたと思うんですけど、うん、まあバルトなんかはもうちょっと即興的にやってたっていうようなあのなんかどっかで読んだようなことがあったりするので、まあやっぱフ風孔自身が まあそのもちろん風ー,ーが個人的にコレジュ・フランスという場所のプレッシャーを感じてそういうふうな原稿を作っていたっていうことはあると思うんですけどまあやっぱりルーズなんかに比べるとおそらくまあ悪い意味で言うと自由がないっていうかもうあの作ってきてでもそれでもまあ毎回人をすごく集めてたわけなのでえまあその即興性が一切ない講義でまあ人を集めるっていうことがやっぱりすごかったのかなっていうのは気はするんですけどうでしょうね。はい いやあの、まあ、デルーズという自分のことを思い出すんですけどあのオンデマンド講義をの動画を作っているとやっぱりなんかこう学生をひまあ少しでも面白く聞いてもらうために割とちゃんと原稿を書いてでそれでまあ完全原稿ではないですけどある程度、なんていうんですかねまあそれこそとがてに従ってしゃべるみたいなことはやってたんです。でまあ、それ ある意味西山先生のデリダの中の劇場化する自分でありまあある意味ではもうプログラムした内容しかもパソコンに吹き込むという形でやってたってことでもあるのでそれはそうですね誰もいないのであのどうやって引き付ければいいんだろうっていうのを考えざるを得ない。 まあ、ドゥルーズ自身になりますと多分なんか聴衆がやっぱりあのがポイントだと思うんですね例えばまあ私の発表も前半後半で分かれてましたけど、まあ、前半面白く聴いてくれる人もいれば後半面白く聞く人もいるとでその移り変わりを見ながら、えー、なんかドゥルーズはまあここはそんなに本当は準備したんだけどみんな興味なさそうだから。 まあ、すぐ飛ばしちゃうかとかそういうことはやってたかもしれないそれはわからないですけど、うん、あの準備原稿とかは残ってるわけではないのでない残ってないというかまあ私の知る限りでは準備原稿っていうのが存在してるかどうかすらわからないです。世紀のの、えー、ことと、ね、やっているとありがたいのは オーディオビジュアル、あの音声とかあの動画が残っているっていうことはあ,ありがたいんですよね。で、やっぱりその人の、やっぱり本で読むだけじゃなくて、その人の,あの姿、声を聞,聞いたり、姿を見ることができるっていうのは、すごくあ,の、えー、ありがたいなと思っております。で、えっ、ー、と、皆さん、登壇者の方、パネルの方、やっぱりあのそういうのを聞いたり、実際に、あるいは、ベルグソンとかそんな残ってないと思うから、あの あの違う人でもいいですけれども誰でも留学した時にあこの人こんなんなんだとか思った経験とかっていうのはありますかねあ<ー>じゃあ,あ,のあた新しい方から古い方に行った方が藤田さんがいいと思うから私はやっぱりあのデリタの授業に出てみて、うん、であのこれ国分光一郎さんが言ってるんですけどももっとなんか文学的で弱々しい人だと思っていたみたいな。あの でも言ってみると豪快なおじあの男の人が豪快に喋っていてあのすごくあの、えー、笑いも取るしあの全然違ってたっていう印象がありましたで、この笑いもやっぱり教育とあの、うん、著作大きな違いですよねやっぱりあの笑いを経験するっていう笑いがどこにどのポイントで笑いが起こってるのかっていうの,をあの、うん、が分かるっていうことです、ね、だからここはああの真面目に読むとかじゃないんだっていうの、ね、が、うん、分かりますよね。うん それが大きな現場の教育と書かれたものだけ読むっていうのはね全然違うところだなと改めて思いました。じゃあ、西川さんはえっと、まド、あ、ゥルーズの場合、あのあのの DVD でアベセデールっていうのを見れますけれども、なんて言うんてです私はなんか意外と気難しいところあるんだなっていうような感,感覚はありました。なんかこう、インタビュアーが、それこそなんですかね。 今日の原稿には書きませんでしたけど、クーフ・マジスタルみたいなことをやってたよねっていうふうにエパルネが言うと、なんとなく嫌そうな顔をしていて、うん、あの僕はそんな権威的な男じゃないんだみたいな感じの、うん、風を出しながらも、でも質問は嫌だったけどねみたいなふうに言っていて、うん、ちょっとなんか、頑固おじいちゃんみたいなところがなんとなく感じ取れて、まあ、それはそれで私は面白かったんですけどっていうれども、それぐらいですかね。うん 私はまーコに関してはそもそもそんななんか予備知識があったわけじゃなくて結構なんかいろんな人が風ーの声についてなんかこう、うん、まあ,あのイメージと違うみたいなことを最初聞いてから、えっとコーのその講義の,あの録音を聞いたりしたんで、まあ、そんなになんかイメージと違うなっていうようなことはえっとなかったですね。で講義録をまあ翻訳ししててたりしても なんかちょっと違うなっていうなんかずれてるようなイメージは、まあ、あんまりなかったんですかねなんかむしろ自分でこう訳しながらなんか自分の中でのイメージが今できていってるので、うん、これをなんかあの覆すような,なんか資料とかがもし後であったら、まあ、それが更新されるっていう可能性がただまあ西山さんがさっき最初に言った通りフランスに留学した時に、うん、この人こんななんだって思ったことは、うん、まあ名前は言わないですけど割とありました <laughs>。 言ってもいいんい,ですかい,やいやちょっっとまあすっごいこういやランシエルとかいやもっとあの現象学の研究者の人で、まあ、言わないですけどあ、うんうん、<laughs> あの,あのまあ、なんかちょっとあこんなこんな感じなんだっていうのをちょっとあのシンポジウムが終わった後ちょっとまた小銭に <laughs> そういうのはまあ確かにあったのでやっぱり偉い人であるほど、まあ、先立つイメージがあってそれを崩す、まあ、リアルみたいなものがあるんだろうとは思いますがフ、まあ、に関しては私はそれはあんまりなかった さんはそういううういい経経験験あります私はそもそもまだ留学の経験がないので,で当然メルロ・ポンティは死んでいてあれなんですけど、うん、あのなんていうかラジオ公演とかを聞いてる限りではあんまりこう、うん、ドラマティックにしゃべるタイプではないっていうふうに、まあ、感じたのとあとはあのアベセデールか何かの中であの、うん、なんか。 メルロポンティは学校の先生だったけど、そんなにアんていうかアミカルな先生ではなかったというか、なんかそういう情報を言っているところがあったと思うんですよね。だからそんなにデ、うんうん、リダとかとは全然違うタイプだろうとは思うんですけど。フィジャさんは えっとですね、まあいろいろあるんですけど、うんうん、まずあのベルクソンの声って若干残ってるんですけど、うん、まあなんかカ高い声で喋ってるっていう、まあ、そういう今、うん、今聞くとそういう印象なんですよね。だけどこれって結局その、うん、要するに時代のその。 っってあってあだから日本人のアナウンサーとかでも昔の録音聞くともう明らかにこう今からするとか高だったりとかそれはちょっと録音技術の問題もあるしだから実際その場にいてその人の語りを聞いてたら自分にどう聞こえたのかっていうのとまた違うと思うんですよね。うん、それがちょっとそのベルクソンの場合はそういう時代の制約もあってちょっと難しいわからないかなっていうことがまず一つで、うん、それからもう一つさっきからその、まあ、気難しいとかあとつきにくいとか。 って話がありますけどこれも今の声の話と似てるんですけど、うん、要するにその先生と学生の距離もやっぱり時代によって違うんですよね。 うん、あの今明らかに我々がそんなあの気難しい態度を取ったらもうそれはちょっと <laughs> <laughs> 難しいあの難しいだからそれは、うん、例えば西山さんとか僕の年代の人が、うん、自分の先生がどんな態度を取ってたのか思い出してみてもやっぱりその先生が取ってた態度を僕たちが取ることができるかっていうとそれはやっぱ明らかに難しいわけで。うん でそれは多分僕らの先生の世代の人も同じであってっていうことですねだからその気難しさっていうことだけを時代と切り離してあの語ることは難しいっていうのが2点目。 で最後、3点目は笑いっていう話でね、うん、あのさっき平あの西山さんがあの、笑いっていうのはやっぱりその直接会ったときとかあの、目の前の講義でっていう話をされてましたけど、うん、でも逆にデリダーはむしろ逆のことを言ってなかったですか、そのつまりあのテキストから笑いを読み取らなきゃいけないみたいな、だからヘーゲルとか読んでても、これ明らかにめこ,こは、うんうんうん 笑いいが入ってるよねみたいなだからまあ,あのもちろん目の前でやってる時の方がよりそのビビッドに笑いは分かるんだけど、まあ、実際には多分そのテキストの中にもその笑い,かっ,こ笑いって書いてなくてもその読み取ることができるしそういうのを読み取るようなまあ読解があのまあ なんていうかよりあの豊かかななな読解というこにるのそれが3点目ですす以上ででもそう考えるようになるのもやっぱり実際ねフランスに行ってみてそういう授業を受けてみてあここ笑っていいんだともうちょっと哲学っていうのはみたいなまた日本でももちろんそれは経験できるけれどもなんかフランスに行くとよりなんかあのストーンとなんか,、うん、あのか肩の力が抜けるところは あの結構あるかなぁと思私は思いましたね。はい。<laughs> どうぞ。杉村先生、どうぞお願いします。あよろしいですか。えー、っと、ごめんなさい。はい。えー、っと、ちょっとあの極めてあの豊富な発表で、あのシンポジウムであのもったいない、リアクションがないのはもったいないね非常に大雑把な質問ですけども、一つ、あの皆さんにというか、あの出させていただきます。まああの 今日の話あの、総合することはできないんですけども、あえて言うならば、あの先ほどの長坂さんの質問とも関わりますけども、あ,のある種の今から見ると、大きな意味で皆、一方向性の,あの、えー、教育というか、授業であると。しかしかそのの一方向性っていうのが あ,のあらかじめ用意したものをあの注ぎ込むような退屈なものではなくてあのドゥルーズのところでしたかねありました触発されることによって触発するという自らをメディウムと化すというかあのただそのメディウムと化すための手続きとあの準備それをあもちろん外的状況もありますがこれはあの5人ともそれぞれ違うので。 あのそれぞれのやり口があるんだけども、まあ、そういうふうにまとめられるんじゃないかと思うんですね。そうするとあのこれ現代的な要求につなげてその上で質問をお聞きしたいんですけれどもこれが、えー、聞き手が触発されたと。でただ触発された段階では聞き手は一人ですよね。このただしかしあの講義室にはたくさんの人がいる学生がいるわけだからその触発されたものが 互いにあのその自らの触発をパクタージュするか分かち合う言葉を交わし合うと、まあ、あのそこまでも含めてお授業となり得るようなポテンシャルがあのそれぞれの,あの今日分かれた哲学者にあるのかどうかあの引き出せるかどうかっていうことをあのちょっとお聞きしたい。 なぜかというと、これはもう長坂さんの話とつながるんですけれども、私たちが今日の大学で要求されているインタラクティブな教育っていうのは、一つの、私から見るとつまんない特徴は、グループディスカッションをさせて、それでうだうだと時間を壊せて、それをあの教師がフィードバック,バックして巧みに操るというか、しかし、今日の話からもしその、 触発された学生たちがお互いに言葉を交わすっていうところまでをあのクリエイティブに作り直すような可能性が引き出せたら、あのこれはあの過去の哲学者の講義録を読むっていうことだけではなくて、古日的な私たちのやってる授業とかにつながるかもしれないっていうふうに思ったんですね。まあ、あのちょっと大雑把な質問で申し訳ないんですが、そういうことでもし、 あのどなたでも、け、まあ、時間の制約もありますのでどなたでも結構ですので、お考えありましたらお聞きしたいと。まあ、あのそういうことです。よろしくお願いします。うん、はい、はい、わかりました。えっ、ー、とね、うん、なかなかすると、えっ、ー、とですね。最初のまず、あのあの感想は。 あの要するに、えっと、グループディスカッションを、えっと、肯定的に取るんだとするとその今杉村先生がおっしゃった僕も本当につまらないと思ってるんですよねだから僕は授業中グループディスカッションしたくないと思ってるんですけれどもただまあ,あのこうそれをあえてさらに肯定的に取るとするならそこでまあつまんないことしか言えなかったでそこであの、まあ、何かあのその場では起きなかっただけどそれを結局家に持ち た時にあのある時にまたなんかあああういうことだったのかなああいうことだったのかなっていうふうにつながっていくんだとしたらだからやっぱりその場での共有っていうのは多分今日の5人の誰からも出てこないんじゃないかなというでそのディアクロニーというかそのズレというまあベルクソンで言えばズレというか遅れですよねフーというような言葉でしょうし、まあ、そういう形であのだから次元爆弾確かこれはドゥルーズだったかな次元爆弾みたいなもんだとかって言ってたと思いますけどそのいつかまあ爆発する。 そういうのがあるっていう意味では、まあ、グループディスカッションのそのつまらなさを、まあ、我々はだからその場で結局何か面白いことはポンポン言われるっていうことをやっぱりどうしても期待してしまうわけなんですが、まあ、あのそう考えるとグループディスカッションの中にそういう我あの今日の5人の哲学者たちの、まあ、そういう、えー、非対称性といいますか、まあ、そういうようなものを読み込むっていう形であれば現代的にも使えるんじゃないかなっていう気がします。 以上です,かか答えますじゃあ私がフーふあの,の講義は、まあ、おそらくその今おっしゃられたようにです、ねえっと、その聴講者同士が触、まあ、発し合うというか、まあ、要するにその自動的にグループディスカッションが始まり合うような状況はおそらく作ってないだろうと、まあ、少なくともその残された。 資料いいろろ見ると思い、まあ、その風光の考えたその概念が後にいろんなところでいろ、まあ、んな影響を及ぼしたっていうのはあるんですがその場でその授業講義を聞いていた学生、まあ、あるいは学生以外の人たちっていうのがその,その時聞いた風向の講義から触発し合って、まあ、その触発がこう波のようになってあの学生同士のディスカッション、まあ、聞いている者同士のディスカッションを促すいうような状況はなかったかなと思うのはその講義力の初言のところに、まあ、講義が終わった後も完全な沈黙であったと。 そので学生たちがダラダラと自分の机の前に走ってくるんだけどもこれはさっきデリダの話でもあったかもしれませんがまあそれはもう完全にこのカセットテープを取りに来るためであってもう取りに来てもすぐ帰っちゃうっていう、うん、まあ自分は一人取り残されて完全な沈黙があってのことがあったので、まあ、それはなかったのかなっていうただ他方で先ほどその西山先生の話にもあったセミネールですねこれもうフの講義録では演習っていうふうに訳されちゃってますけど、まあ、コレジオ・フランスではそのセミネールっていうの風フは別に設けていてそっちはもう その参加者同士の研究発表とディスカッションの場だったっていうようなこともあるので、まあ、講義録とは別の場所で風向はそういったその、まあ、聞き手の,、まあそのもしかするとその講義を聞いた上で、まあ、セミネールでディスカッションをやるみたいなことを別の場所で設けてたのかもしれないですしあと晩年の講義で。 えっともあまりにも参加者が多いからちょっとあの全員は無理なんだけど一部の人に演習をやめた後ですねセミネールやめた後一部の人ちょっとの集まってその講義について話をしませんかみたいなことを、うん、まあ風ーが呼びかけてるところが確か晩年の講義であったりしたんですねでもそれは要するにやっぱ本人が呼びかけないとちょっと難しかったっていうようなところもあったりすると思うので、まあ、なかなかその風ーの講義のやり方 あのその膨大な量の知識を詰め込んでこうみんなの前に提示するというのが大体の講義のやり方なので、うん、えそこでこう学生がまあ聞いているものが触発されあって、まあ、ディスカッションを始めるみたいなことはです、ねまあ、フーコは望んでいただろうとは思うんですが実際には起こらなかったのかなというようなところがちょっとあります。さんどうぞ うん、あ私はあんまりそのメルロ・ポンティが少なくともそういったグループディスカッション的なものは促さなかったと思うので、まあ、せいぜいあるとしたら例えば、講義録を編集する段階でいろんな人のを集めてくるということでそこの講義録編纂のグループぐらいはあっただろうと思うんですけど、まあ、それもそんな大したあれではないみたいな。 感じでですすすねなななんんんか全然なんもないです <laughs> すみませんこの次第の例えばあのコジエブコアレクサンドルコジーブの子をみんなでだって話あるじゃないですか、うん、ああいうのってある種その一時代を築くというか一人の、まあ、一思想家が大きい子を疑問でして、うんうん、みんながそれに影響を受けるみたいなので あれでもある種、そういった効果なんじゃないんですかね。まあ,あの当時はもうすべて、あの界隈であの完結していて、そうですね、あの高等支援学校のあの辺の周辺で、のて的な生産が完結していた時代でもあるので、もうみんながあそこに集っていたっていう、であの終わったらね、それでの前にはカフェがあって、あの通りの向かい側にね、でそこにあのみんなで集まってあの議論をしていた。 デリの授業もそうでしたよあの終わってやっぱりあのみんなであの学生同士で終わってからあこうだったよね、こうだったよね、あ,あ,あそこどうだったよねみたいなあの議論をしていたのであの授業の中ではなくてその後に起こるぐらいのインパクトを、まあ、授業でどうやって与えられるのかというのが、うん、あの一つ、ね、重要かなとも思うむしろ必要なのは後でみんなでしゃべれる場所かもしれないですね。 うん、だからファンミーティングとかオフ会みたいな、ね、<laughs> 感じじゃないかなと <laughs>、うん、想像しますけどだからその場で同じようになんかあのライブの一員となって自分もなんかそのライブにセッションで参加する、うん、さっきジャズの例がさっき誰かあったけど突然飛び入りでジャズのジャズセッションに加わってというところまで行くのはやっぱりなかなか恐れ多いっていう気持ちがあったのかなという気がしますけどね。 ドルーズの場合、そのやっぱり理解するのを待つことみたいなのを学生に求めますので、しかもなんか学生には孤独を教えなきゃいけないみたいなことを言うので、あんまりなんですか、ね、この学生同士がしゃべるっていうのも、まあやるならやればみたいな感じで、特に、えー、それを奨励していたとは思えないってことになります。なるほどね、まあただなんかドルーズのの場合その コーディに何年間もそれこそ10年とかのスパンでずっと来てる常連とかがいましたのでその常連同士がしゃべってただろうっていうことはまあ想像はつきます、うん、そんな感じですえっとちょっと話のレベルをちょっと変えたいという感じなんですけれどもえっとこの この,セミあのなんだシンポジウムで何を問われているかというので、ちょっとあの西山さんにあのまとめていただきたいんですけれども、えっと、デリタの場合あの、大学制度の問題が結局、関係しているとで、この制度という問題があの外れちゃうといろいろ話が混乱すると思うので、えっと、ただ、制度、要するに講義も制度であるわけですよね。 でえー、ただ、制度という言葉は実際は非常に広い言葉で身振りとかそれとかももちろん含むと。でえー、法律も含むと。で、結局制度で、また不法の場合も、えー、例えばパレーシアというのも、えー、個別の行為ではなくて、実は制度であったわけですよね。で、えー、国会とかそういったものと結びついてると。結局、だから制度レベルでの議論を知っていかないと。 講義というものも難しいんではないかということなので、そのあたり、あの制度というのをデリダはどうあの定義していたかということをまとめていただければと思うんですが、よろしくお願いします。あすみません今今私 テクニシャンもやってるので今カメラのテクニックもやっておりましてちょっとあ,の <laughs> あ,のあまりちょっとしあの十分に聞いてなかったんですけどもま、えー、まあ、まあ制度、えー、今の場合でいうと、まあ、データの場合だと自分で作ったっていうところはあの大きいかなと思いましたけれどもやっぱりあの、効果不効果彼は 大学っていう、正規の大学という場所にはあのポストを得てなかったこともあり上飼 USS もあれ結局あの、大学院大学みたいな建てましでできたところですので、まあ、あの本当にあの、えーえー、自分があの、えー、国際的なこれを作ったりそういうふうな大学院大学で教えたりというので。 えっと、まあ、あの大学とはちょっと、自分が批判している大学とはちょっと違ったところに。あの、身を置きながら、あの、活動を実践したっていうところはあると思います。はい、すみません、ちょっと今、はい、ちょっと技術はやってたので、ちょっとうまく答えられて、今いないと思います。水田さん、答えられる?。え、制、制度について。うん。 うんうう今日の話では結構ね制度のヴァンセンヌコレージュ・フランスウーア州、SS ・ウエスエスリセっていうねやっぱり制度が違うことによってまあどんな対応をしていたのかっていうのが、まあ、時代も違いますけれども、うん、かなり。あのー だから例えばそのこれは,は発表の中で言ったことですけどあの理性でやる場合はやっぱり、まあ、これ今でも大,大学と高校の違いでもありますけどやっぱ指導要領があって、まあ、教えることががっちりこう固められててそこからあんまりはみ出せないっていう、まあ、そういう事業形態で教えるのか。 まあそれともまあ大学のでも大学であっても、それはこれは誰かの発表の中でありまあったと思いますけど、あの大学であってもやっぱりある程度、なんとか概論とか、なんとか入門だったら、やっぱりそれの縛りもありますし、まあ、コレージュっていうところで教えるっていうことは、まあ、僕が発表の中で言ったのは、要するに創造的であれという規則が、うん、まあそだからそれも規則なんですけど、まあ、ただ、そのそういう創造的であれっていうのがあるんで、まあ、その中であ,のある程度保証されてる。 ただそれもままあどこまででけるののかですよねあの例えば、風ー,ーはそういうふうにやったけど、じゃあ復興がコレージュ自体について何かこう、えー、やったかっていうと、それはまあないわけで、あのさっき誰か、ね、西山さんが言ってたのかな、風ー,ーに大学論がないっていう。まあ風光はだからその国家権力だったり、まあそういう分析はあるけども、コレージュ自体についての分析は多分ないと思うので、その辺りどう考えるのかとかですね。うんそう はいあ。はい、どうぞ。お話しください。 うん、あんまりでもあのお互いにねあの、えー、ここは違うじゃないかこの教え方は間違ってるじゃないかとか、まあ、そういった方向にはあんまりならないかなと思うんですまずはそれぞれの,確かの場所も違うし時代も違うし、えー、その講義なのかセミネールなのかも違うし、えーとまあ、各哲学者のやっぱりスタイルですかねそのの限定された条件の中で どんなふうに教えてたのかっていう、この、やっぱりまずは違いをしているっていうあのことが一つですかね。だから、まあ、お互いにあの、えーとあこんな、これほど違っているんだっていうことが、まずは今日はよくわかった比較、えー、だったと思いました。で、えーと、あとはやっぱりこれだけの個別ケースですよね、あの個別の事例が出たので、我々みんなほとんど教えてますから、あのここから学ぶことっていうのも あのあったかなとあの思いますね。はい。あとはなんかあります？じゃあ批判<あ>とか多分していいんですよ。これあの <laughs> こういう批判期,期待するかもしれない。これは違うよとか。はい。どうぞ。批判とかじゃないんですけどいいですか？あの藤田先生の発表の中にそのデルクソンの遺言でやっぱりその、うん、んまあデルーズも同じ同じなんですけれどもその高記録を刊行しないでくれみたいな。 えことが出てましたけれども、えー、それがなんか結局なんか巧妙な手段によって刊行されているみたいな話になってましたけど、うん、その巧妙な手段ってどういうものなのかっていうのとあとあの私自身あのドゥルーズのあの、まあ、遺言にむしろ背いてあのなんだろう講義録を翻訳してしまっているんですけれども。 それに何か微妙に両親の咳を感じないところもあか感じるところもあるんです。でなんかその辺の折り合いをどうするかみたいなのでそのベルクソンの研究されてた人,人々はなんかどうしていたのかなっていうのが、うん、あのすごい気,気になるところです。はいありがとうございます。えー、っとですねまああのー やっぱり一番大きいのはまあ時間が経つことだとだ思うんですよねで最初はやっぱりあの、えー、とその友人たちっていうかもうダイレクトにベルクソンから直接頼まれた人たちっていうまあその友人と言ってもいいし弟子と言ってもいいしまあそういう人たちがもうベルクソンから直接言われててその絶対出すなと言われてるわけなのでまあこれはもうかなり強いですよねだからそれは出せないんだとただもうその時点から彼らの中にやっぱ欲望があるんですよね。 でまずは、だから何するかっていうと、ベルクソンはあの出したいものは出したとは言ったけど、その出して細かいのがいっぱいあるんですよね。例えば新聞に出てるとか、どっかあの別の国の論文に、あの雑誌に出てるとか、まあ,あのインタビューだとか、まあ、そういうのも全部集めちゃおうと。だからまあ、あのドゥルーズもそうですよね。ドゥルーズもその各単行本以外のものをどん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 ,どんこう集めていって。 ドゥ・レジム・ドゥ、うん・フとか、イル・デゼルトとか、前の出すっていうところから始まって、ベルクソンで言うとエクリエ・パロールっていうのがあって、それ、三冠本でまず出て。で、次の段階は1970年代ぐらいですかね、1970年代ぐらいにメランジュっていうのが出て、うん ここで明確に一歩超えるんですよね。それはどういうことかっていうと、ベルクソンがあの持続と同時性っていうあのアインシュタインと対決した本があるんですけど、これをある時から再刊しなくなったんですね。で、その再刊しなくなったってことは、やっぱりそれはなんか出したくないってことなのかなっていうのが、まあ最初の,その友人たちの判断で、まあそれは入れないでおこうとかね。 それからまあアリストテレスについての博士副論文があるんですけど、まあ、これとかもベルクソンはどうやら著作ってみなしてなかったみたいだから、あのまあ、入れない。だから最初にベルクソンのウーブルっていうその著作集っていうのが出たとき、それは入ってないんですよね。うんうん、ところが、いや、でもやっぱりベルクソン一回出してるんだから、あので、これももうちゃんと立派な著作だし、だまあこれは出そうとかっていうようなことで、次の段階は、だからそういうベルクソンにとってのグレーゾーンですよね。ベルクソンは好まなかったんじゃないかなっていうようなものを。 まあでもこれは出してるんだからいいだろうということで入れちゃうと。うん、で次の段階が2002年ぐらいですかね、書簡集ですよね。でこの辺りまで来ると、講、まあ、議録もそうですけど、1990年代ぐらいからの講議録とか、この辺りに来るともう完全にこう審判してきてますよね。講議録出すなって言ってるのに出してるわけだから、うん、まあどうなんだっていうことですよね。だここまで来ると、まあ、死んだのが1941年で、講議録出たのが1990年ですから。 まあ大方50年ぐらい経ってるわけで、まあ、この50年っていうのが多分大きいのかなと思いますけど、その50年と、だからそうするとまあ西川さんがまあ50年 <laughs> という、まあ、40年後ぐらいには、まあ、<laughs> あのいろんなものが。<laughs> まあでも今の場合はね、スピードもかなり変わってくるでしょうから、ね、あの多分いろんな買いくぐり方あると思うんですよね。例えばそういう録,画録音されてるってことはあの、まあ、ある意味もう公開されてる、キューブリエされてるってことで、 だからまあそれはいいんじゃないかみたいな感じで多分抜けていくんじゃないかなと思います。それがやっぱり僕あのベルクソンの時代と大きな違いですよね。うん、ベルクソンの時代はいくらその講義ノート取ったからって言ってそれがじゃあすごく大きなものになるとは思えませんけどやっぱり録音してるってなると本人の声だから、うん、あの本人の思想をかなりそのまま再現できるわけで。うん そうすると、ベルクソンの時代のとの大きな違いはそのノートがとかとの違いですよね。だからそれがまあ僕、自分の発表の中で言ったことで、そのメディアっていうか、メディウムっていうか、それがやっぱ大きく違ってきているので、講議録っていうものの捉え方も随分変わってくるだろうなっていう。今後はもうそのまんま、ね、あの講議録になっちゃうっていうか、もうだから本に起こす必要もなく。 でそのまま、うん、あのだって出してもいいわけだし、うん、実際多分今人気の有名な哲学者のなんかそういう授業とかっておそらくみんな録画したり録音したりしてる可能性がありますよねそれってなんか講義録とか作る上で多分すごく関係してくると思うしあとはご質問ありましたらどうぞうん そそそろろろよししいいででょうかえ、えー、とどううかどもありがとうございますそれでは、えーとまああのえー、講義録に関するイベントは多分あんまりなかったんじゃないかなと思いますので、まあ、あの哲学者の教育法の一端をちょっと知るというまずは第一歩として、まあ、私自身はと,とても面白かったですしあのためになりました、えー、最後までお聞きの皆さんあの本当にあ,のありがとうございますまたあの事務局の方もお手伝いどうもありがとうございました。 それでは、本日はここまでです。あり失礼します。これはなんか会長の一言とかいいんですか局えっと、よろしければ、阿孫子先生にそれだったら、の一言、せっかくですので、お願いいたします。えっと、ま、時間もお時間ですので、本当に一言いたしますが、この形式をはじめとしてですね、本当に大変な参加者、運営の方々、 ご参加の方々のご努力であのまあ、こあコロナのこういう状況をこう突破できるようなですね内容と、に、のあと、このああのあと、このあと、このたと、思います。本当にありがと、うのざいました。あの特にこの、まあと、このあと、こあと、あの準備長い準備の段階から今日まであの本当このあと、このあと、こありがと、うございました。以上です。失礼いたします。あ <laughs> と、そうですね <laughs> はいありがとうございますそれでは失礼します